パルパルバーサスナーボー、それどうなの？だってさ、俺の試合から逃げてるわけじゃん。それどうなの？盛り上がってんの？どうなの？クソだせえな、パルパル。翔子さんいらっしゃい。微妙だよね。ていうか、ナーボーに失礼だろ。うん。へたれすぎるわ。引くわ。微妙。いいよ。ファイナル俺やるよ。ファイナル俺とテルチャンビンでいいでしょ。パルパルとか前座でしょ。いや、これガチの話。あの、ネタとかじゃなくて、煽りとかじゃなくて、ぶっちゃけた話、パルパル、なんかオープニングアクトとかでいいわ。うん。あの、ファイナルでシークレットバトルでこいつはないわ。クソ寒い。うん。なんかもう苦笑いしか出ないでしょ。どうなのみんな。苦笑いでしょ、正直。うん。逃げた下りは知れ渡ってるからな。ね。ちょっと寒いね。ちょっと引くわ。ちょっと引くわ。うん。よくどの面下げて出てこれたんだろうな、こいつ。はい、ワード2。すげえ根性してんな。この柔道対決は求められてんのかね。どんな感じだったの？便所さんの枠で。うおー、熱いみたいになってんの？パルパルかよみたいになってんの？やったわー、絶対行くわーみたいになってんの？なってないでしょ。はぁみたいになってんでしょ。えみたいな。バーガーここプレゼントありがとう。まあ、ナーボーはいいじゃん。ナーボーいいじゃん。パルパル？みたいな。うん。正直冷めるよね。うん。なんか、最後の試合どうなのっていう。うん。俺もちょっと萎えた、これは。このポスターが萎える。もう赤いまま塗りつぶされてて面白かった、ここ。うん。正直マジ大嫌いだからな。E プラスチケットピア。最初だよね。本当だよね。あの、金梅さんとセブンさんの前にやるべきだよね、これ。まあでも、ナーボーがでかいからな。ナーボーにちょっと失礼になる。ナーボーには気使ってあげないととは思うけど、正直ね。ナーボーはでかいから。ただまあ、パルパルはねえんじゃねえのっていうのは、俺は正直あるよ。パル？パルパル？みたいな。うん。石川、あ、ほんとだ、雪が違うね。これはやらかしちゃったパターンだね。うん。天行だもんね。うん。富里の子宝男、子宝男爵。うん。和道さんがパルパルさんに相手が安いって判断したんじゃない？あ、俺が何？パルパル、俺がパルパルじゃ安すぎるっつってテレチャンピン指名したってこと？違う違う違う。俺は、この便所太郎さんの企画に電話で話した時に出たいっつったの。で、対戦相手の希望はって言われた時に、俺はパルパルムカつくからパルパルぶん殴りてえからパルパルって言ったの。で、1時間ぐらいして電話かかってきたら、あの、パルパルは出たくないと。要は、テルチャンピンだったらどうって言われて、パルパル逃げたと。うん、で、テルチャンピンって流れなのよ。うん。
出るらしいよ。なくない？俺とやれよって思わない？俺とパルパルの殴り合い見たい人手挙げて。俺とパルパルのぶん殴り合い見たい人手挙げて。なんでさ、俺とパルパルだろ、ここは。どう考えても、いや、テルチャンピンがどうこうって話じゃないの。因縁としてはさ、どう考えてもお前殴り合えよって。でこっちは言ってるわけじゃん、パルパルでやろうっつって。なんで逃げて出るの、意味が分かんないでしょ。クソだなこいつ。うん、新野鳥、新野鳥いるよ。モリモリの、モリモリの本気の宣材写真だから。ララピルルピは分かるじゃん、まあ、アイドル路線だから。このリオさんも分かるよ。新野鳥お前本気の一眼レフで撮ったやつじゃねえかよこれ。顔ちょっと伸ばしてるでしょ、縦にシュッと見せるために。ちょっとだって頭の輪郭おかしいもんね、これ。これフォトショップで伸ばしてるよね絶対。大丈夫、背景歪んでない？うん、ねえ、マジでこいつすげえな。どの面下げてくるんだろう。情けねえ男だな、情けねえ男だな本当に。引いたわちょっと。パルパルいらないね、大ブーイングだよ会場。これ本気で大ブーイングだと思うよ、うん、マジで会場しらけるんじゃねえの最後の試合。ナーボー、ナーボーを応援しよう。ナーボーがいいや、ナーボーがぶん投げてくれたらそれでいいや俺、うん、ちょっとないわ、信じらんないね、うん、いやパルパル出るらしいよ、すごくない？みんなで引いてる、引いてるんだよ。もう正直なえたとかさ、うん、あー殴り合いが怖いのか、どうなんだろうね。っていうかまず出る時点で結構俺的にはえってなってるんだけど、どの面下げて出るんだっていう。だってみんな知ってるわけじゃん、俺とパルパルの因縁は。多分そのパルパルリスナーも和道リスナーも知ってるはずなんだよ。で便所さんのところで俺がパルパル指名したのを知ってるから、え、なんでってナーボーなのってならない？ナーボーはナーボーでもっと大物と柔道対決すればいいんじゃんって思うけど、なんでこんな隠したてやんの。うん、なんか盛り上がるんだったらいいの、ブーイングでヒールキャラで。そうでもないじゃん、本気で嫌われてるやつじゃん、ガチで嫌いなブーイングじゃん。ブーイングすら怒んねえんじゃねえのかな、ちょっとびっくりしてるよ俺。なかなかな、なかなかな感じだよ、なかなかな、マジかっていう、質が下がる。そうそうそう、いや別に前座とかだったらいいんじゃんぐらいには思うけど、閲覧別に持ってるわけだから。ただこれこのメンツで隠し玉で出すわけじゃん、隠し玉ではなくねえかっていう。ナーボーはわかるよ、隠し玉はナーボーリスナー湧くじゃん、相手誰、パルパルみたいな。やっぱパルパルが勝った日にはもう最悪だよね、空気読めないっていう、うん、ナーボー損しかしねえじゃん、すげえな、マジで引くわ。柔道対決、俺はテルチャンピンだよ、俺はテルチャンピンだから並んでるんだよ、ポンスケの、じゃあポンスケ、とまあ便所太郎さんだけど、セブンと金梅が近いでしょ、三角関係になってるでしょ、うん、パルパルバックれそう。いやもう正直会場に来ないでほしいぐらい嫌いだからね、うん、あれか、ヒカルくんとかがなんかあれか、ヒカルくんと友達だからなんかそんな感じか、なんかそういう匂いするな、俺も出させてよって後からなったパターンじゃないのこれ、うん、和道対ユイガ、あ多分ユイガさん勝つと思うよそれだったら。俺ユイガさんの動画見てて、あこの人は最強だと思ってたから、
あ、この人がニコ生で一番強いんだって昔から思ってたから、負けるね。もうほんと、ユイガ様に応援できなくてごめんね。あ、コノミあれだっけ？テルチャンピンのファンなんだっけ？全然いいよ。全然いいよ、それは。全然いいよ。それは推してるメンツがいるから、それぞれ。いいですよ、いいですよ。ただあれだよ。俺が勝ってもアンチにはならないでね。試合が終わったら水に流さないとダメだよ、そこは。引きずったらダメよ。俺だって練習してるしさ、テルだって練習してるわけだから。俺は、後引くような戦い嫌だから。綺麗さっぱり、そのために努力してるわけだから、お互い。パルパルポンスケとも仲悪い。よく選んだね、パルパルを。まあね。サメちゃんが便所太郎に挑戦状？ え？それ盛り上がるじゃん。超ウケるな。それファイナルでいいじゃん。それファイナルでいいでしょ。鮫 島乱入。光が支持できない。光くん、ああ、まあまあ、敵も多いかな。光くん別に俺、仲いいよ。時々ムカつくときあるけど。2回ぐらい酔っ払うとね、イラッとくるときたまにある。それ以外はいいやつ。基本的にめっちゃいいやつだけど、なんか、やかるってわけじゃないけど、なんか、勘ぐってくるときとかがあって、うぜえって思うときあるよ。おー、しんさん、お菓子プレゼントありがとう。あ、堂々と小好きだから。まあまあ、そこは。なんかでも、俺はちょっと、なんか別にヒカル君のケチをつけるわけじゃないけど、なんか娘に会うから、その、アイテムくれっていうやり方は汚えって思ったね。なんか娘にプレゼントするんだったら、それこそ普通に稼いだ、普通に配信やってアイテムもらった金でプレゼントした方がかっこいいのになとか思ったけど。どうなんだろう。まあでもそれが彼のスタイルだから。おお、3倍おめでとう。お菓子ありがとう。それはさ、人がとやかく言うことじゃないよ。嫌いだったら見ないっていうだけでいいじゃん。好きな人見た方が気持ちいいから。頑張るよ。いい試合にするから。俺とテルが約束してんのは、この試合の中で一番熱かった試合、実は和道とテルだよねって言わせたい。それは2人で話してる。一番かっこいい試合しようぜって。もうほんと2人とも死ぬんじゃねえかっていうぐらいの熱いやつやろうって言ってる。そういう感じ。そしたらお互い得だからね。配信者として勝ちじゃん、2人とも。それが試合でしょ。それは約束だよ。見にね、行きたいでしょう、これは。配信好きな人はこの大会見なかったらね、これ行かないでいつリア突行くんだって話だよね。こんなに熱いの5000円で見れるとかなかなかねえぞ。超神企画だよ。歴史に残るよ、これは。D プラスとかさ、ツイキャスだとさ、あれしかないじゃん。伝説の企画って、石川紀之の富士そばしかないじゃん。名企画っつったらさ。あとは D プラスとかさ、じゃん？ニコ生で言ったら。それくらい名前が残ると思うよ、これは。第2弾、第3弾で連チャンしてほしいって思う企画だもん。ま、あ、待機室別にしてもらうよ、悪いけど。待機室、あれ、だって、待機室一緒だったらさ、試合前に試合する、殺し合いをしないといけないわけじゃん、俺は。俺、控室であんなやついたらぶっ飛ばすもん、マジで。ガチで。絶対一緒にしないでほしい。絡みたくねえもん。ああ、知ってる知ってる。ありがとう。嫌いな人間見に来るから行かないわ。マジで行ったら事件起こるから。そんなに嫌いなの？好み。誰が来んの？ちなみに誰なの？それ。
誰が嫌いなんだろう。好みになんか嫌いな人とかいなそうだけどね。誰なんだろう。これはいい企画だったのに、もう欠点が一つもない企画だと思ってたのに、パルパルのせいで若干萎えた。殴りたいぐらいある女、女性のリスナー。ああ、そうなんだ。個人的にナーボーパルパルはいらねえな。誰も賛成してない。ブーブランマさん。ナーボーは文句ないの。パルパルはねえわっていう話で全員一致してる。コメントが。こんなことないよ。うん、こんなに歓迎されない配信者も珍しいよね。しかもなんかファイナルの上の一番の見せ場じゃん。仲間外れとかじゃなくて、俺こいつと喧嘩してるの。それならシークレットが全部、そうそうそう、とか便所太郎さんとかポンスケとか聞か最後にした方がいいじゃん。順番おかしくないこれ。シークレットマッチであれだよ、ファイナルの後にやるんだよ。ねえ、順番変えようぜ今から思わない？ヒカルくんとかの方が後で見たいよね。相手は男、私が言ってもいない、え、私が言ってもいない、してもいないことを振りまいてる男。へえ。こんばんは、かよさん、いらっしゃい。っていうか仲間外れじゃなくて仲間じゃない、うん、こいつは配信者として最低なことをしてるからね。便所に言えよ。いや別に便所さんがやるって言うんだからそれでいいと思うよ、うん、ただリスナーの、うん、客側の意見としたらそれはみんな思うと思うよ。どう？ジョニー・デップリンさんは思わない？一意見としてね。まあ選手だから言わないけど。下ネタ話そうね。そうだね、下ネタはあれだからね。和道高光の威嚇臭い話は鉄板シリーズだからね。もしかして前から便所さんが言ってたシークレットってパルパルじゃないよね。だからそれがパルパルなんだって。それでこの大ブーイングですよ。なんで便所だけポスターでかいの？ヒカルとかセブンがメインじゃないの？いやいや、便所太郎さん主催だからこれくらいはさせてあげようよ。俺別にここには文句ないよ。これくらい威張ってもいいでしょ。この人の企画なんだから主催者だよ。うん。でも、ちょっと自己主張が強すぎるよね。俺は、うん、これくらい大きく出てもいいけど、文句ないけど、大きく出たなと思った。もう、半分ぐらいでいいんじゃないかっていう。でもね、このポスター作った人が抜群のセンスだから、配置がうまいんだよね。黄金比でちゃんとバランス組んでるから。うん、殴り合えよと思うよね。パルパル最低、リスナーからもらった高級腕時計、ブランドのやつを売りに行く配信とかしてた。リスナーかわいそう。俺がパルパル嫌いなのは、なんか、ずっとあいつが俺の放送文句言ってたらしいの。なんか、和道ってやつが、俺会ったこともないし、放送見たこともないのね。で、パルパルって誰って、ほっといていいよって言ってたら、なんか本人がコメント来て、なんかグダ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 言ってたの。でも別にほっといたの。なんかうるせえやつだなと思って。そしたら、去り際になんか、コメントで、お前のリスナーもクズだなみたいなこと言われて、それでムカついて、お前配信で飯食ってて、挨拶もなくて、でいきなり人の枠荒らしに来て、最後にうちのねリスナー、要は俺それで食わせてもらってんのに、人のさリスナーにケチつけていきやがったと思って、もう絶対許さないって公言してて、である日会ったからぶん殴ったのね。思いっきり。そうだから、そういう因縁があるんだよ。和田ラブ、和田さんがラブなの、うん、そうそう、まあベンドフェスだからこれでいいと思うよ。あ、でメイン、便所太郎さんだよ。メインの試合はパルパル、ポンスケ対便所だから、これで合ってるんだよ。
パルパルシークレットに持ってくるなら佐野さんとかもっとシークレット。そう、いや、俺も同意見だね。いや、ナーボーには文句一つもない。ナーボーでいいと思ってる。ナーボーは熱いと思ってるけど、それなら隠す必要あったのかっていうさ。パルパルにつかみかかろうとしなかったっけ？パルパルぶん殴ったの俺。で、青山が止めたのよ。俺のこと。ノーネームさん、バーガーありがとう。すげえな、これ。テル、だから、テルの運動神経の良さ知ってんのよ。あと、ワドさん、やめとけ、ワドやめとけっつって、こうやって、押してるのとか、要は、あいつのパワーを知ってんのよ。止めに入ってるから。だから、あいつ、本当は強いの知ってるの。要は、ボクシングでこんなんやってるけど、本当は隠してるの、あれ。あいつのバネ知ってるのよ。瞬発力と。俺がパンチ振りかぶった時に横から飛び込んで止めてんのよ。見えてんの、完全に。2回戦あるならじゃがいも王子参戦させよう。かわいそうでしょ。配信始めて1週間のやつには荷が重いでしょ、このメンツ。スーパースターでしょ、あいつからしたら。ナーボー新野鳥がベストアイドル対決。一応ね、その前でね、ナーボーと新野鳥歌うからね。2人で。あ、復活しました。にっくん、こんばんは。バガー2つありがとう。昨日引退して、5分後に復活しましたよ。引退はしました。 本当は見に行きたいな。来れば。結構和道リスナーさんいい人多いよ。飲み会やるよ。パルパル対和道だったら超楽しかったのによ。めちゃめちゃ俺燃えるんだけど。もう本気で、関係ないよね。本気で殴るためだけの技術だよね。俺死んでもいいもん。その試合で。そうそう、復活したの。よろしくね、これからも。パルパルはシークレットよりも外れなしぐらいの残念賞ポジション。だから第2回戦とか第1回戦ぐらいでいいと思うんだけど。いや、多分、俺の予想なんだけど、シークレット超大物を用意してたけど、ユイガさんみたいにこじれて、どうしよう、ナーボートの試合どうしようっつって、パルパルっていう線が。なんかリアルじゃない？いや、原くんって、ユイガさんのことかな。ユイガさん出ないよ。ユイガさんが、発端だったんだけど、逃げたの。なんか超大物用意してたけど、こじれた系だと思うんだよね。便所さんもバカじゃないから、パルパルがシークレットに務まらないって分かってるはずなんだよ。飲み会あるなら行こうかな。チケット取れるかだよ、本当に。飲み会っつっても俺酒飲まないけどね。まあ殴られた後だから酒絶対飲んじゃダメだし。すげえな。とんでもねえな、これ。これとんでもねえな、マジで。濃厚だよね。なんかもう、なんか申し訳ない感。だから俺、シークレットって言わないって言ってたじゃん。だから、申し訳ないからこのタイミングで言ったっていうのが俺、濃厚だと思うんだけど。本当は来た人限定って言ってたじゃん。だけど、なんでこの3ヶ月前のタイミングで言うのってさ、いや、パルパルになっちゃったわ、ごめんってことだと思うよ。ごめん、みんな、パルパルですまんっていうことでしょ。早めに言わないとね。悪いことほど早めに言わないとね。シークレット早すぎるよね。まあ、でもそこは、しょうがないでしょ。うわ、真っ黒なんだけど。嘘。便所太郎さんの2週間前の日曜日、蹴り入れられた真っ黒。やばくないこれ。やばくないこれ。これ、陰嚢の後。これ、あれだよ。2回前の日曜日だよ。の陰嚢。これで歩けなくなったやつ。
もう練習する気にならん、真っ黒になってるのに気持ち悪い色になってる。なんかどんどん色が。鉄馬さんいらっしゃい。パルパル客呼べないのわかんないけど、まあ客呼ぶことに関しては俺もそんな貢献してねえかんな。これってさ、誰が一番貢献してると思う？その客呼びに関して。石川紀之かな。まあ大会誰だろうな、誰見たいって言ってくる。いやもう超痛かったもん、蹴られた瞬間なんか変な音したもん。誰が一番客呼ぶのかな、誰見に来るのみんなは。これだったら誰が一番、金梅さんか、やっぱり金梅、便所太郎、石川紀之とかかな。さっき便所さんの配信に鮫島来て便所に対戦申し込んでたけど軽くあしらわれてたっていうかさ、もうパルパル入れ替えてそれでいいでしょ、うん、超見たいじゃん鮫島さん、超熱いね。ドレさんだよな、だってね、ガチモンの試合見れるんだもんね。みやびさん VS ドレさん、ここうまいよね。みやび VS ドレはもう神がかってうまいと思うよ。これ最高だと思うもん。俺ぶっちゃけもっと後にしてもいいと思うよ、その試合。これ見に来る人結構多いぜ、うん。多分桃襟、香川万博も桃襟が一番客呼んでた。あ、桃襟も集客力あるもんな。だからトークも楽しめるからね、これトークも熱いと思うよ。俺見たいもんこれ、 DVD 買いたいもん。5000円ぐらいで DVD、 うん、兄弟対決はないでしょ。そう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 、あの5000円の一番後ろの席でも全部見える、顔が確認できるぐらい近い。だって4列ぐらいだよね、一番後ろ3列か4列だよね。トドマンと柴田だったら1万払った。そりゃそうでしょ。俺柴田の試合見たの、格闘家だった頃の。超面白いね、俺柴田好きになったもん。あ、こいつ口だけじゃねえんだと思って、すっげえセンスあんの、格闘センス。ムッキムキのやつとか、もうチョークで落としたりとか、もうすごかった。3試合ぐらい昨日見たんだよ。柴田強えよ、マジ強いよ。体ボヨボヨなのよ、結構筋肉はガシッとしてんだけど腹はボヨボヨなのね。だけどもう客が全然入ってないのに沸かすの、もう笑い取りに行くの。あの試合でチョーク締めてるのにレフェリーとなんか、あれこのルールなんとかだっけなんとかだっけとか言って蹴りあり蹴りありとか言って締め上げてガーってなってんの。超盛り上がるよ。柴田の戦い見てごらん、総合の。パンクラスだっけ、うん、いや俺結構桃襟の歌は結構盛り上がると思ってるんだけど。鮫島 VS ウナとかだったら変わったかもな。いつまで続くマイクパフォーマンスっていうか、もう鮫島 VS ウナは殴り合う必要なくて、もうマイクの上でおいてめえよこの野郎、おいおいってやってるだけで面白くない？おい鮫島てめえこの野郎つって、うるせえんだよお前この野郎とか言ってマイクパフォーマンスだけで客つくよその試合だけで面白いもんリオリオっていう人も歌うんだ。パルパル VS ワード、青山 VS エイトの因縁対決が理想。マイクで喧嘩バトルで客が入るレベルだよそれ、セコンドに行っていいのかな、某プロレスラーつくみたいだよ。あれ誰のセコンド、ミノワマンじゃなくて、誰のセコンドだろう、誰のセコンドの話か分かんない。なんか俺が聞いたのはヒカルくんのセコンドミノワマンじゃないかって噂、すげえと思って。俺ミノワマンファンだからサインもらおうと思って、地味にちょっと楽しみなんだよ。知ってた知ってた、噂でしょ。でも俺本人にも確認取ってないから。でもやばくない？楽屋に入ってさ、ヒカルくんお疲れーっつったらさ、後ろガチモンのミノワマンいるんだよ練習できないでしょ。和道さん2回行けるのはそこでパルパル対決決着つけてほしいの。いや俺マイクで指名されたら出るよ。俺本当に便所さんとかその場の会場の流れで、例えば
パルパルとナーボーが やるとするんだ。その時にワードを呼べ、ワードを、ワードをっつったら絶対出るよ俺。うん、逃がさないよ。うん、会場でワードコールやったら俺そのまま乱入するから。うん、みんながそういう空気作ってくれるなら、うん、俺全然やるよ。うん、受験、受験わかんない、受験。うん、全然行くよ。うん、当たり前でしょ。ていうかポンスケも行くでしょ。うん、全然行くよ。全然やるよ。うん、俺はファンに答えますよ。うん、ただルールなしだけどね。負けない、負けない、負けるとか負けないとかいうレベルじゃなくてムカついてるからあいつには。もうそれ格闘技とかのレベルじゃなくムカついてるもん俺。ガチムカつきだから。まあ、じゃあ会場のパルパルに対する和道コール見ものですね。うん、俺は指名されたら絶対出るよ。うん、殺せコールだろうね。その場でサイン書くよ俺。それか便所太郎さんがめっちゃ頭良くて、便所太郎さんが超頭良くて、パルパル VS 和道は第2回に持ち越そうって考えるなんじゃないの。そしたらくっそ頭良くない？和道がもし勝つだろ、盛り上がるだろ、そこでパルパルぶつけよう第2回って、そういう感じなんじゃないの。何が原因なの？あのね、あのパルパルって配信者知らなかったの全く。ほらニコ生上がりだからキャスの子知らないじゃん。で、あのパルパルってやつがディスってるぞって、鳩飛んできてんだけど、いいよいいよ知らないからっつって言わせておきなよって言ってたの。そしたらなんか、俺別にディスるってさ、相手のこと知らないとディスり返せないじゃん。正直俺そういうのやってないからっつってほっといたら、なんか本人がコメントしてきたのね俺の放送で。でもずーっと30分ぐらいなんかああだこうだ言ってんのよ。煽ってきてて、はいはいみたいな、いらないよ君っていう話をしてたんだけど、最後に俺が一番イラッときたのか、去り際に俺のリスナーディスったの。ありえないじゃん。まず初めて会いますで、俺はディスるどころかあなたのこと知りませんで、俺のこと会ったこともないのにディスり続けてんのらしいのね。でなんかお前のリスナークズだなみたいなこと言われて、お前会ったらぶっ飛ばすからってもう予言しといたの。うん、で実際会うっていうか、会いに行ったんじゃなくてたまたまそこにいたからぶっ飛ばしたことがあったの。うん、で警察行くぞとか言って、もう行けっつって、いや好きなところ行けっつって、ヘタレ野郎がっつって、でその免除太郎さんの企画が話が来た時に、あの対戦相手誰か指定したい人いるっつったから、あパルパルをボコボコにしたいっつったので、便所太郎さんから連絡来たのね、1時間後に。で、和道出場決定だけど、パルパルは出たくないってって言われたの。だから、もう完全に逃げなのよ。で、青山でもいい、テルチャンピンでもいいって言われたから、あ、僕は全然いいですよって言って。で、パルパルは出ないことになってたのよ。俺の頭の中では。そう。俺は指名までしてあげたのに。で、どの面下げてくるんだっていう。柔道対決とか誰も望んでねえわお前の。みんなが望んでんのはお前が殴られるところだわ。っていう話です。どチコさん分かった、大体の流れなんとなく把握できた。だってさ、人のリスナー100歩譲ってさ、俺のことディスるのは構わないよ。まあなんかムカつくとかさあるじゃん、別に構わないけど、人のリスナーディスるのは絶対間違ってるでしょ。うん、俺はこれで飯食わせてもらってんだよ、ここにいる人たちに。で、配信者がそれをやるってありえねえよ。新しいフォロワーさん、銀時さんフォローありがとう、キキさん、芝子さん、マリア、阿部さん、キムさん、ブロリーさん、セイジンさん、配信ファクトリーさん、クリさん、セイジさん、
わかめさん、のりこさん、てつさん、ダフンダさん、長尾さん、りんさん、さきつんさん、しょうやさん、金の字さん、メロンクリームさん、まいさん、るいさん、えるさん、ノールさん、チェリビダッケさん、ゴロンパさん、ハッピーさん、ベレッタさん、とんがりボイスさん、やるもんさん、フォローありがとう。すげえな、フォロワーめっちゃ増えてんな、なんか、こんばんは、ジージェ。あん殴ったのが初対面だったの？そうだよ。だからもうムカついてたから、格闘技の件でパルパルに今聞いたら、今でしょ、今でしょ、おのりちゃんさん。ずーっと逃げてたの。だからもうそれパターンなんだって。俺は逃げてないっていうのが決まってから言うの。ずーっと、だから俺は指名してるじゃん。メンズ太郎さん組ませるに決まってるじゃん。今言ってんでしょ。だからそれはもう、要は今言ったら大丈夫っていうことだから言ってんのよ。そう。だから俺は最初から弁助さんに言ってんのは、もう録画も残ってるし、みんな見たよね。みんな見たよね。俺が弁助さんに電話した時、誰がいいって言ったの、即答でパルパルって言ったよね。だからみんな、俺が嘘ついてないのは知ってるんだよ。もうこの格闘技出る前からずっと見てくれてるから、パルパルとの因縁も知ってるし、俺は嘘ついてないよ全然。その件に関しては、この今の話に関して全く嘘ついてない、でパルパルが出ないっつったのも聞いてるもん、まあチキンの言い訳だよもう、全部知ってんだもん。もうだって録画どころか生放送でみんな見てたんだもん、その今話した全部を。でよくそれを言えるなっていう、なんでそんな嘘を平気で言えるんだろう、だったら今から弁助さんにお願いしろよな、テルチャンビンと変わってくれって言えよ。俺おめえでいいよ、じゃあやってやるよこの野郎、やってやるよなあ、言えよ、テレチャンビンさんお願いしますって、変わってくださいって、やってやるよ。もう腹立つな。なにパルパルどこで配信してんの、パルパルどこで配信してんの、今配信してんでしょ、パルパルどこで配信してんの、ふわっち、じゃあいいよお前かけてこいよ、言い訳聞いてやるよ、じゃあ電話かけてこいよ、ね、してくれるよ、電話かけてこいよ、どんな言い訳すんのか聞いてやるよ、じゃあ電話かけてこいよマジで。クソが、俺はだってパルパル殴りたくてこの試合出るっていうのが当初の目的だから、それは嫌われるでしょ。だってさ、ミキティさ、その時いなかったからあれだけど、コメント欄でいきなりガーって入ってきてさ、ここのリスナークズだなって言われたら、ミキティもムカつかない？腹立たない？なんだこいつってならない？
ポスターの画像、画像荒いから窓いい感じにやばい感出てる。あ、違うよ。画質いいよ。一眼レフで撮ってるから。加工してくれてんのよ。一眼レフだよ。ほら。あの、コントラストとガンマって言うんだけど、コントラストとガンマを上げると影ができるのね。だからみんないい感じに影が入ってるでしょ。顔に。これはね、ガンマとコントラストを上げてんの。でも写真の素材は一眼レフだよ。だから、あの、画質はいいですよ。ちょっと専門的な話になっちゃったけど。嫌な気分になるでしょ、うん、全く懲りてないよね。逆にすげえわ、うん、ポーズとか雰囲気は一流。何が？俺別に喧嘩自慢なんかしてないよ。俺喧嘩弱いの言ってるもん。なんか誤解されるんだって。ムカつくのはムカつくじゃん。体格差があるから。俺体格差関係なく言ったよ。じゃあそれは便所太郎さんに聞いて、うん、俺は便所太郎さんからパルパルは嫌だってって聞いたから。俺は便所太郎さんに言われたの直接聞いた言葉を信じるよ。え、っていうかさ、それを言うんだったらさ、ポンスケさんと便所太郎さん体格差めちゃめちゃないか。言ってることとやってることめちゃめちゃ、だから便所太郎さんがそういう判断しないのわかるでしょ。便所太郎さんが体格差なしなの本人がだってさ、ポンスケ選んでるじゃん。それを言うんだったらお前どうなのって話になるから、便所太郎さんはそれ言ってないんだよ。でしょ。だからあれだよ、パルパルが嘘ついてんのもうこれでバレてんじゃん。誰でも受け付けるし、誰でもやるっていうルールでやってんだから。だってズキティとサトミさん体重差いくつよ。ズキティ160キロだよ。体格差あるじゃん。誰が嘘ついてるかもうわかるじゃん。うん。でしょ？うん。俺別に今から試合内容変わっても全然やるよ。よくこんな嘘をつけるよな。逆にすげえわ。だって便所太郎さんに言ったら 100% パルパルの話めくれると思わない？めくれるっしょ完全に。いや、パルパル和道とやりたくないって言ってたよって絶対なるよ。このポスター販売されるよ。2000円じゃなかったかな。このポスター会場で買えるよ、よしさん。これいいよね。これは熱いよ、このポスター。2000円って聞いたけど、最終的な値段がいくらになるかわかんない。次は何て言い訳するんだろうね。多分リスナーが殺到するでしょ。パルパルなんで和道とやらなかったんですかって DM 飛びまくると思うよ。2件ぐらい、今便所太郎さんの DM が2件殺到してる。試合が決まったから和道さんとやりたい言い出すのもずるい。言わなければいいのに。もうだからヘタレなんでしょ。もうだって俺はやるっつってんだから、俺はやるって言ってんだもんでしょ。便所太郎さんがさ、それを拒む理由が一つもないもんだって。ゴゼハル、あのね、石川紀之がね、漢字間違えてる。あるね、一個だけある。ほら、石川紀之がね、雪が違う。行くっていう字だっけ、ただね、この協賛のところの、あの、一番右のルーズソックス愛好会って何なんだろうと思って。
ルーズソックス愛好会ってなんかいいよね。ここセンスあってですけど、ルーズソックス愛好会がなんで協賛に入ってるんだって、何の関連なんだろう。またルーズソックスっていうのは古くていいよね。このポスターのデザインした人本当にかっこいいよね。センスあるよな。新しいフォロワーさん、ブーブーランマさん、フォローありがとう。リアルライフって前和道さんが司会したとこ、そう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 、そこだよ。うん、だから協賛に入ってる。うん、俺が司会やった企画ね、弁当太郎さんとか新八丁とか光くんとか里美さんとか、うん、だから企画会社だから横のつながりがあるんじゃない。いい企画だから出すよって感じだな。協賛ロビンス、協賛のロビンソンパルパルと従ってるから。あ、そうなんだ。え、ロビンソンさん協賛なの？え、個人でスポンサーになってんの、すげえな。ロビンソンさん男気、ほんとだ、ロビンソンさんいる。へえ、10万払ったんだ。和道の応援席売れましたか？いや、それが和道リスナーは1枚もチケット買えなかった。トイレ行ってる間にチケット完売しちゃったらしいよトイレ行ってる間にチケット完売しちゃって、1分で売れたから買えなかったっつって。パルパルはナーボートやるんだって。柔道対決だって、ファイナルマッチ。風船ありがとう、ぬこ。ふざけてやろうかな、本当。テルチャンピン仕上がってるの、どうなの？テルチャンピンの動きどうなの？まだ買ってない。あ、でも売れたの3分の1のね、多分100枚ぐらい売れたはずだから、あと200枚あるよ。まだ発売されてないだけで、一般販売がまだ残ってるはず。で、会場埋まったとしても、なんだっけ、立ち見席でよかったら5000円で売るって言ってたから、入れるには入れるんじゃない？多分もうぎゅうぎゅう詰めになるかもしれないけど、E プラスチケットピアの、ローソンで買うチケットピアってあるじゃん。あれの方は多分まだ席が残ってるはずだから、まあ早めに取れたら買えるよね。まあね、俺は選手だから、そこ気兼ねなくできるからありがたいよ。マイペースにやらせていただきますよ。和道リスナーどれくらい来るんだろう。10人ぐらい来るのかな。会場で声かけるって言われてるから、まあ、リスナーの要望に応えられなくなったら配信者は終わりだよね。っていうか、なんだろう、なんで柔道なんだろうね。総合でよくない？それだったら
柔術ありにしてくれよ、殴り合いてえよっていうのが普通だと思うんだけど、まあナーボーが柔道がいいって言った可能性もあるから、そこはあれかもしんないけど、でもリングの上でね柔道ってどうなんだろうね、うん、わかんないよ、面白いかもしんないし。まあナーボーがねチョークでね失神するまで締め上げてほしいよね、こうなったら寝技でクイーって、そのまま首の骨折ってくれって、リングの上で殺しても犯罪じゃないかんね。大会名は何ですか、時間は、大会名、ああじゃあ今出すね、メモって、メモの用意を、チケット前売り販売所 E プラスかチケットピアで、 P コードは835530、チケットピア P コード835530です。詳しくは便所太郎さんの枠で問い合わせてください。捨て頃です、捨て頃、捨て頃、オッケー。今ヒカルのセコンド聞いてみたらミノワマンだって、マジでミノワマンガチなの、やった、サインもらおう、やった、選手特権サインもらおう、やった、ヒカルくんとあれだな、控え室一緒がいいな。俺セブンさん、あセブンさん一回絡んだことあんのか、すげえな、プロの一流格闘家かよ、マジかよ、最高じゃん、熱いね、激熱、うん、アリザイス、カズさん来んの、でもまあこれだけのメンツで5000円は安いよ、会場めっちゃ盛り上がるだろうね、めっちゃ盛り上がるってよ、うん、ミノワマンのどうなんだろうね、わかんないけど、ミノワマン来るってすげえな、セコンドでしょ、だってさ配信者がプロ格闘家がセコンドなんだよ、むしろミノワマン見たいでしょ普通だったら、チケット売り切れると思ってるけどな俺は、だって開始1分で100枚売れてるってさ相当すごいぞ、開始1分で DM が殺到しちゃってもう開始1分で売り切れなんだって、100枚がだよ、で俺のリスナーも絶対来るって言ってた人たちが取れなかったって言ってんだもん、もう絶対行くって言ってた5人がだよ、で俺のリスナーでそのレベルなのよ、他にリスナーこれどれだけ抱えてるよ、すごいでしょ、100倍は抱えてるじゃん金梅さんとか、それを考えると俺の計算埋まるだろうなっていう、で300人の小さい席だからだんだんと行きます、おお早めにねチケット買わないと取れないよ、じゃあ立ち見席になっちゃうよ、下手したら立ち見席で超満員になるんじゃないの、できれば席ついてみたいよね、2時間ぐらいあるから。ラウンドガールはルルピララピっていう女の子だね、双子の女の子だから、ルルピララピの水着を見たい人も来るらしいよ、ルルピララピって知ってる、便所さんとよく絡んでる女の子で、あの双子の女の子、このふたなんか芸能人みたいな女の子ね、可愛い子、うん、あ多分そうだろうね、ドレさんとバクソは同じ控え室だと思うよ、だって俺のコーチドレさんの便所さんも把握してるから、うん、あーその可能性があるのか、でもまあ光
光くんにお願いしたらサインとか写真とかお願いできると思うよ。うん、ああ、金梅さんがルルピラルピに手出しそうで怖えな。うえーとか言って。うえー、むうえーとか言って。第一試合から荒れるぞ、それ。それ面白いな。金梅さんがやらかすっていう。うん、2時間で全試合終わるんか、あのね、終わんなかった場合、便所さんが1時間延長するのに確かね30万から50万ぐらいかかるらしい。会場の延長代30万とかそんなんだったらもうやべえっつってたもん。もう絶対カンパケだって言ってたよ、飲みながら。1分でも遅れたら大赤字。もうそこは絶対は巻きでって言うと思うよ。早く倒して、巻きで巻きでっつって。便所太郎さん戦いだからさ、自分の試合どころじゃないよね。うん、1時間30万飛ぶわけだから、巻いてくれーって。楽屋で殴るんじゃないの、自分の選手。弱らすとこ、つって。うん、いや、そりゃそうでしょ。会場借りんの、確かこの会場を、一般の借りるので80万ぐらいかかるんだよ。この箱を抑えるだけで。でも、それくらいだよ、相場。うん、80万ぐらい。で、照明機材とか、あと、その、スタッフさん、チケットの管理とか、ボディーガードとか、いろいろ雇うから。まあ、それは高すぎ？調べてみようか、じゃあ。俺、嘘ついてないぞ。調べてみる？うん。調べてみようか。いや、多分、新木場ファーストリング値段って検索してごらんよ。多分、ビタビタに合ってると思うよ。うん。そんなもんだよ。うん。便所太郎さんがいかに金銭的なうまみない企画かよくわかるよ、これ、うん。俺はね、自分のギャラとかも知ってるわけだから。金飛ぶぞ、これ。うん、便所太郎さん儲かるとかないよ。うん、っていうか、むしろね、この企画成功したら、30万ぐらいもらってもいいと思うよ、俺。30万、40万、1回の企画でこれもらってもいいぐらいのレベルだよ。それくらいいい企画ですよ。これ結局ユイガは出んの？出ない。うん、あ、虚偽のスマイルさんありがとう。URL チェックしてみようか。料金システム。これ何曜日だっけ？土曜日。土曜日の、4時から10時。24万？ 24万。あ、全然かかってないじゃん。あ、違うわ。24万でしょ。リング撤去料が20万だから44万。え？時間30分2万円じゃん。あ、全然かかってないじゃん。すいません。すいません。めくれました。めくれました。すいません。そんなかかってなかったです。どうもすいません。リング撤去料20万で、28万だから48万でしょ？で、プロジェクタースクリーン使用、ゴミ処理か、500円。一袋につき。照明機器、あ、そんなかかってなかった。約50万ぐらいだった。70万もかかってなかったわ、すまん。
パルパルが逃げてないと言っております。もういいよ、言わせておけばいいじゃん、やらなかったのは事実なんだから、これ詳しく書いてるとこどこにありますか。あ、このポスターの内容ですか、みみさん。このポスターの内容、これはね、あの便所太郎さんのツイッターに載ってますよ。この画像が便所太郎さんのツイッターです、詳細は便所太郎さんの企画なんで、ぜひぜひ便所太郎さんのツイッター見に行ってください。FC2 で有料配信したらプラスになる。いやー、やらないでしょ。けど告知用のこういうの作ったりいろいろ含めると結構かかってる。まあそうだよね。だってメダルも作ってたし、大会の優勝者のメダルも作ってたの。見る？メダル。勝った人だけがもらえるやつなんだけど、これ？この捨て頃っていうメダルとかもすごい金かけてるからね。ただね、便所太郎フェスを押しすぎなんだって。捨て頃の文字と便所太郎の文字が一緒なんだよ。もう捨て頃をもっと前に出そうよ。便所太郎は名前入れていいから。そこがね、俺大好きなんだよ、この便所太郎さんのこの感じが。俺のイベントっていう、そのジャイアン的なところが。そうだ、インターネット配信者格闘、ここはねシュッとやった方がかっこいいんだよ。この便所太郎フェスっていうのは小さく書いてあった方がかっこいいのに。6月10日ね、これかっこいいよね。こういうところにもちゃんとあれだからね、気配ってるところはすごいと思うよ。あのプロモーターとして一流だと思うよ。ギャラも払うし。はい、悪魔さんいらっしゃい。そう、あのポスターも便所太郎さんでかいし、ここがね配信者だなっていうところで、俺は便所太郎さんの好感が持てるところだ。そう、プロモーターじゃない配信者っていう、そう、隠せないよこの強欲さ。メダルこれどれくらいかかるんだろうね、オリジナルの。結構かかるでしょ。だって7試合あるとしたら7個用意するんだもんね。磯見タールさん、こんばんは。結構金かかってるよ。チケット100枚売るだけでもすごいかんね。香川万博って何人ぐらい集まったの？チケットどれくらい売れたの？誰か知ってる人いる？香川万博。どれくらいの大きさの会場でやったか知らないけど。FIFA 有明でやったんだっけ？でもさ、ほら、ニコ生だとさ、一般集客難しいけど、あの、ツイキャスの人たちってリア充多いから、意外とこういうイベント参加するんだよね。配信でも色が違うから。香川万博250人も入ったの？すげえな。マジか。便所太郎さんはね、ポンスケさんっていう人とやるよ。ボクシングルールね、便所太郎さんは。キックなし。ボクシング。殴り合いのみ。あれ合ってるよね。ボクシングルールだよね、便所太郎さんは。合ってるよな。
ペンゾさんのメダルとか妥協しない点好きですね。ポスターとかもこれだってデザイナーに多分依頼したらこれ3万とかいうレベルだよ。普通に。あの持ってなくて、このポスターデザインしてくださいっつったら3万取るよ。多分。2万3万。まあでもあんまりさっきリングの値段外してるからあんま言いたくない。うん、まあリスナーさんにね、デザイナーさんいたら1万とかでやってくれるかもしれないし、タダでやってくれるかもしれないけど、これは普通に金かかってる、プロが作ったデザインっていうのが分かるよね。これはプロっすよ、素人のセンスじゃない。怪我を気をつけてください。もう体中怪我だらけです。現時点で怪我だらけです。多分ね、僕は試合当日死にます。死ぬか髪の毛が半分になると思います。多分この辺が頭頂部になる、この辺が前髪になるね。もう怪我してます、体中痛いです。助けてください。うん、俺は企画力ないよ。俺が数々、俺が今までいくつの企画を潰してきたか。企画力はないよ、うん、企画力っていうのはちゃんとお金を払ってくれる人が集まるまでが企画だから。俺はね、アイディアを出すのが好きなだけなの、うん。ご隠居さんいらっしゃい、こんばんは。便所太郎さんは喉通りを締めたいと言ってた。それちょっと面白いな。野田総理 VS 便所太郎ちょっと熱いな。ニコ生勢がいないのがちょっとね、みんなキャストかだからね。だからニコ生色が強いのって俺と金梅さん、まあ強いて言うならあと全部キャスフワッチだもんな。いかにニコ生が遅れてるかっていうか絡みがないかだよね。なんかさ、ニコ生からの資格みたいなの一人ぐらいいてもいいのにね。そう思わない？どう？見事にいないぜ。元ニコ生はいるかもしれないけど、桃襟とか石川のり深夜町とかね、もうやってないもんね。なんか残念だよね、非常に。非常に残念だよ。横山みどりなんか覆面かぶってんだから行かせよ。俺ね、みどりさんは配信のネタに貪欲だから絶対会場に来ると思ってる。先発くんをこうやって抱っこしてこう感染してるみどりさんの絵が浮かぶ。端の方であれっつって、みどりさんじゃねっつって。絶対来るよ、あの人は絶対客で来るよ。香川万博もなんだかんだ言って偵察に来てたでしょ。よっさんと誰かの杖バトル、うん、うん、あんだけ行かないっつったのに来てるからね。来るんじゃねえかな。ほら野球の付き合いとかもあるでしょ、みどりさん。あの人意外と優しいから、うん、配信者の客で来る人も結構いるんじゃないの。セコンドが熱いよね。俺はロハコさんセコンドなんだけど、あのドレさんはツバニャンがセコンドだし、格闘家のミノワマンがセコンドとか、セコンドも見応えあるんだよね。本当だったね、辛い。
だね、ちょっとね、生の喜びおじさんはネタにする気にならないんだよね。ね、配信者はだったら、そのタイトルに入れたりとかさ、あの、画面、生の喜びおじさんにして喋るだろうけど、俺はね、今回の件はちょっとコメントが難しいと思って控えてます。あんまり喋る気にならない、うん。っていうのも、あんまりこのアプローチをする人いないと思うんだけど、俺、生の喜びおじさんって精神障害を絶対抱えてると思ってるんだよ。だから、その、殺したとか、やりすぎとかいうアプローチじゃないんだよね、俺の見方が。なんか結構もっと身近な問題っていうか、うん、抑えたやつどうなるの？どうもならないです、うん、行って書類送検。柴田が盗撮から人気者になり、盗撮で揉めて終わるっていい人生だったのかなって言った。それは思ったね。そのツイッターに生かされてツイッターに殺されたっていう、もうツイッターのいいところと悪いところが全部凝縮されてて、ネットって言ってもいいしね、うん、ランドセルっていうかこういうやつなんかもう結構使ってるけど、ジッポケースが入るから本革なんだけど、ジッポケース。加害者のツイッター特定されてる。でもちょっとね、あのあんまりそのどっちが悪いとかじゃないんだよなっていう悲しさがあって、この問題はね、悲しい事件だと思ってて心が痛いですね。うん、あのなんかね、ちょっと考えさせられるなと思って。いや、やりすぎかどうかっていうかさ、うん、実際さ、その生の喜びおじさんのことを知ってる人ってネットに精通してる人だと思うのよ。俺らは親近感あるけど、全くじゃあ生の喜びおじさんを知らない人がほとんどなんだよ、世の中っていうのは。で、電車に乗ってそのああいう人を見て、でそれだけだったら変な人だな、通報しようで終わるんだけど、その生の喜びおじさんはその人を殴っちゃってるんですよ。その盗撮してた人を殴っちゃってるのね。でその民間人3人が取り押さえたっていう話なんだけど、うん、だからその障害を持ってると俺は思ってんの、あの言動っていうのは。だからその何とも言えないなっていうね。なんか殺す気が、あ、殺そうとは思ってないと思うんだよ、うん、殺しちゃったが正解だと思うのね。だからそこはフェアに見ないとダメだなと思ってて、殺したらダメなの分かってるし、あれはねカッとなってアドレナリン出すぎるとああなっちゃうんだよ。だから殺しちゃったんだよ、正確に言うと。うん、ニコ中なの？ああ、わかんない。それ知らない。うん、なんか、あの、羽交い締めにしちゃって、要は、奥襟取っちゃってたんだよね。要は、だから、周りの人も、軌道はやめてあげてって言ったらしいんだよね。死んじゃう、死んじゃうって。だけど、その、だから、やりすぎちゃったんだけど、そのね、やっぱね、そのトラブルになってる時って、男の子だったらわかると思うんだけど、そう、素人がね、あの、やっちゃうと、その喧嘩慣れしてる人とか絶対そういうことしないのよ。要は相手がぶっ倒れてこれ以上やったら死ぬなとかわかるから。そう、あのでもね、素人で喧嘩普段しなくてそういう風に力が強い人がなっちゃうと事故って起こるんですよ。野田ゾーリもさ、あの筋肉ムキムキの人にバーンってやられたでしょ、アームレスリングで。あれもさ、その腕折ったらダメなの分かってるけど、カッとなってる時とかそういうこと起こりやすいんだよね。うん、殴られた人が羽交い締めにしてたの？あれ、周りの人が俺取り押さえてたっていう風に書いてあったからそうだと思ってたんだけど、殴られた方が殺しちゃったの？うん、柴田はいいこと言ってた。変な人は盗撮していいと思ってないかと本当に考えられさせました。あのね、だから生のそこなんだよ、俺が一番。その死んだことは本当に悲しいなって思ってて、ただどっちが悪いとかはないの。あの殺した方が悪いとか、いやおじさんが悪いとか、誰が悪いっていう問題じゃなくて、あのなんていうのかな、その生の喜びおじさんは取られることが嫌だったんだって、実は。ただその途中から変わるんだけど、それはでもやっぱずっとストレスだったっていう。じゃあ今度社会に迷惑かけてるじゃないかっていう、その一般人の理論とかがあって、
なんかね、なんて言うんだろう、もうその明らかにさ、言動を見てて、俺最初からさ、この人は健常者じゃないって、精神に何か疾患を持ってる人だっていうのを分かってたから、だからね、なんかね、ちょっと、なんか、そんな、なんかこう、あんまりコメントが難しいなと思ってるんだよね。どうっていうふうに、普段どうだよっていうふうに断言するタイプなんだけど、これは悲しいと思って。難しいと思ってる。すごい悲しいね。でも、何がすごいかっていうと、本当に、ね、一気にバーってさ、フューチャーされてさ、ツイッターで人気者になって。で、それで死んだんだよ。それがすごいと思ってて。そう、電車とツイッターのあの演説で人気者になって、演説で死んだんだよね。20個ありがとうバーガー。だから、なんだろう。なんとも言えねえな。悲しい事件だな。俺なんかだって別に盗撮されまくってるもん。撮られるよ、正直。撮られますよ、電車で。わかるよ。だってもう半笑いなんだもん。電車でさ、電車でどういう感じか見せてあげるよ。俺が再現してあげるよ。絶対リスナーだよって いや、本当にいるんだって。本当だから。これはね、これは申し訳ないけど、有名人にしかわからない悩みですよ。これはマジであるんだから。でも俺は まあ、しょうがないって思ってる。まあ、しょうがないっすよ。ある、しょうがないじゃん。でも、俺は望んでそれをやってるからいいじゃん。配信者だから。もう、それは、ね、目立ちたいと思ってやってるわけだし、インターネットで有名になりたいと思ってるから、もうこれは、しょうがないんだよ。そう。だけど、生の喜びおじさんは配信者でもネット活動家でも何でもないのよ。でしょ？そこが問題なのよ。そう。彼は望んでそれ、有名になりたくてやってたかっつうと、そうじゃないから、俺が言ったらダメだと思うよ。おい、何撮ってんだよって。気分悪いじゃん。だって俺のこと知っててくれてるから撮りたいわけじゃん。でしょ？初見さんいらっしゃい。さようなら。ワードレベルでもそんなことあんねんな。1ヶ月に1回絶対声かけられるよ。だから、金梅さんとか、うなちゃんまんとか大変だと思うよ。毎日のレベルだと思うよ。都内とか大阪とかに住んでて、主要都市に住んでて、レジェンドって呼ばれてる人は、毎日のレベルだろうなっていうのはもう感じる。金梅さんとかね。俺はでも2回か3回ぐらいしかないね。そういうの。ああ、もうこれ完全にリスナーだなっていうのは。
でもさ、あの冷静に考えるとさ、閲覧100だからまあそこそこじゃんぐらいじゃん。でもあのふわっちってローカルサイトなのに、リスワンの数字見てもらったらわかるけど、5000人から7000人新規リスナーが1日で集まるんだよ。だから1ヶ月トータルするとだよ、多分ね、あの7万人ぐらいはやっぱワドをって知ってて見てくれるわけじゃん。で、あの7万人が1ヶ月で見るでしょ。ってなると、あのまあたま1万人に1人とかは知ってるだろうなっていうレベルじゃん、正直言うと。1万人に1人2人とかはその放送やってたら知ってるって。撮るでしょ撮らない。配信者はいくら有名になっても事務所とかないから辛いね。俺は辛いとは思わないけど、ただその生の喜びおじさんはそれを嫌がってたからかわいそうだなって思った。本人が望んでたらさ、俺は別にだからありがたいなぐらいにしか思ってないけど、うん、あ、和道だって思ってくれてるわけじゃん。だってそれってさ、いたずらしてやろうじゃないのはわかるじゃん。もう顔でわかんの？だって半人焼けなんだもん。俺リスナーだからなっていう顔してんのよ目と口元でわかるのよ。で、まあ小汚いおっさんだから本当に本当に小汚いおっさんなの。シャイな、シャイで小汚いおっさんですよそう、取れよって 100% だから。女子高生とかじゃないから。一声かけたら印象いいの？いや、めっちゃ嬉しいよ、やっぱり。あー、パパパパパパさん、風船ありがとう。ありがとうございます。声をかけてもらったら、俺は、正直嬉しい。うん。ありがたいって思うね。だって勇気いるもん。この前、10年来飲み会あったんだけど、配信者好きで和道さん見てるって言ったら5人くらい知ってた。でしょ？でしょ？意外とそういう時、え？って思うでしょ？だからそれは本人だからわかるのよ。そのなんつうの、意外と俺有名だなっていうのは。そのあれでは世間一般には知られてないよ。ヒカキンとかいうレベルじゃないよ全然。ただ配信好きな人は知らないわけないじゃんぐらいなわけですよ。大手ではないけど有名配信者っていう自覚はあるよ。うん、あれ殺人だよね、おじさんの。人殺しなのは人殺しだよ。ただそれが日本の法律の殺人かって言われたら、まあそれは当てはまらないと俺は思ってる。悲しいけど、うん、殺人は殺人ですよ。人が死んでるんだから、うん、ただ殺意はなかったから、まあ日本の法律で裁くんだったら過失致死、業務上過失致死に値するかどうかだと思うけど、あれはなんだっけ、民間逮捕だっけ、民間逮捕って言うんだっけ。要は逮捕の形を取っちゃってるから、取っちゃってるっていうか、逮捕って民間の逮捕だからどうなんだろうっていう。でその前例がないんですよ。書類送検が1件あるぐらいのね。だからまあ日本の法律では前例がないってこと、まあ、殺人罪にはなりませんよ。だからかね、何とも言えないのよ。外配信面白い、ありがとう。うん、作曲が全然うまくいかないので見に来ました頑張れよ、うん、ありがとう、見に来てくれて、うん、悲しい事件だよな。でもね、なんかね、運命みたいなものを感じる。嫌な運命なんだけど、うん、電車でね有名になって全く同じことで死んじゃうまで行くんだみたいな。カブニートはコツ、私人逮捕だ、ありがとうピカチュウ。そうだ、民間逮捕じゃない、ごめん間違えた、私人逮捕ね、法律で言うと、うん、だからね、カッとなった人間ってさ、本当に怒ったら人間って怖いんだよ。あの人間って簡単に死んじゃうんだよ本当に、打ち所悪。例えばさ、例えばみんなイメージしてほしいんだけど、あのバーンってムカついて殴ったっつんじゃん。友達でもいいよ、俺でもいいよ、誰かをバーンって殴ったっつんじゃん。それで
たまたま顎にうまく当たってね、うまくだよ、コンってやって脳揺れてそのまま後ろに倒れて、後ろがブロック塀だったら死ぬよ。ここにうまく当たったら、頭ってボーリングと同じ重さを持ってるのよ。首で支えてるから脳が入ってるから自覚がないんだけど、顔の重さってボーリングの玉の重さぐらいあるのね。それがさ、この勢いでバーンって後ろに丸めたりとかできなくて、そのままバーンって倒れると後ろにブロック塀があってごらん、階段があってごらん、ぐちゃだから簡単に死んじゃうんだよ人って。だからリングってね、マット柔らかいからあれだけど、コンクリートに向かってさ、柔道の投げ技で受け身取れない人に投げてごらんよ、死ぬよ。俺だって昨日決闘申し込まれたんだよ俺昨日の夜歌舞伎町でおっさんに決闘申し込まれたんだよ、死ぬよ、うん、あれやってたらどっちか死んでたよ。殺し合いできんのかよって言われたんだよ、うん、正直ビビったよ、うん、二人がかりだからね相手は昨日言われたもんね、おじさんにね、最初なんかやったんかよって言われたから、なんだと思って、な何って言ったら、殺し合いできんのかよって言われたからああっつって、できねえわって思った。なんで絡まれたんですか。いやね、昨日外配信してて歌舞伎町向かってる時に、俺がまあパソコン持ってて歩いてた時にバーンって前からぶつかったのよ。でパソコンカメラガシャってなって、で直して、あぶつかったなと思ってこう普通に歩こうとしたら、なんだてめえこの野郎みたいな感じでやかられて、俺がピキってきて、そうなんだてめえっつって怒鳴り合いになったので、裏来いよって言われて、おい行ってやるよこの野郎っつって、カメラこう持ったまま怒鳴り合いになってたら、隣のおっちゃんがまあまあまあみたいな感じになったのよ。で許せねえよって、裏こいつったのこいつだろっつって、でぶつかったのはぶつかったでお互い悪いんじゃねえのっつって、そうパソコン持ってたとか俺もあるかもしんねえけど、おめえもまっすぐ歩いてきてんじゃねえかよって。で俺左側ビタビタに歩いてたのよ。で日本人左側通行ですよ。でお前もまっすぐ歩いててパソコン持ってんの分かってんなら、なんでぶつかってきたんだと思って、それでもぐわー言い合いになってたおっちゃんと。でまあまあまあみたいになってて、でなんだてめえってもうお互いわーってなってたの。そしたら隣のおっさんがいきなり隣のまあまあまあやめようよって言ったおっさんが、じゃあおめえあんなんだって言ってブチ切れ始めたのえっと思ったら、殺し合いできんのかよって殺し合いかと思って、うん、殺し合いはできねえなと思って、まあ握手して別れたんだけど、うん、となんでこのおじさん殺し合いを求めたのか分かんなかったけどうん、そうそうそう、逆にのののアフロ君はあんな事故なのに生還した、うん、いやできないですよ殺し合いはでその殺し合いできんのかよっつったら、俺にやかってたおっちゃんがやめよ、なんとかさやめよみたいな感じで逆転したの切れてる、いやおっさんが切れるところじゃないでしょってなって、もういいやっつって悪かったよっつってお互い握手して別れたなんかね外野に怒られたんだ。でもちょっと面白かったよねあれ、なんでこの人怒ってんだろうって、なんでこの人は殺し合いできるのか俺にやかってきてんのかみたいな感じでちょっと面白かったんだよ。でその一番やかってた最初のぶつかったおじさんの方が心折れた瞬間も、俺とそのおじさんがなんかね、あこれはまずいってなったよあの感じも良かったんだよねやめようよみたいな、うんやめようっつってあれなんとも言えない空気だったんだよね。うん、殺し合いは良くないですよ、うん、格闘技やってたらやるだけ人殴れなくなるよ本当にね、ナルコさん言うの本当だと思う。やっぱりね、人を殴ってたりとかしてる人とか格闘技やってる人って、なんつうの、絶対そういうことしない、絶対そういうことしない。要はその殴る危険さ、自分が殴る危険さもそうなんだけど、殴られる危険さも分かってるわけじゃん、その良くないっていうことが、うん、
おじさんの顔は俺はもう怒鳴り合いしてたから全然分かんなかったけどね、うん、お互いもう激おこだったからね。ただ第三者に怒られると冷静になるね、やっぱ全く関係ない人に怒られると冷静になる。なんでこの人キレてんだろうっていう、なんかファッてなるよね。腕の関節決めるとかめちゃめちゃ難しいよ、多分喧嘩の場合で。俺喧嘩何回か見たことあるけど、そんなシーン見たことないもん。そう、綺麗な技が決まるって思い込んでるじゃん男の子って。まあだいたい体力あって強い同士でもハーハー言って仲良くなるか、5分間ぐらい、5分もないね、3分ぐらいハーハー言って疲れて、おめえやるじゃねえかよみたいになるか、本当になんかもう蹴りとかなんか柔術とかなんかがもうドタドタドタって決まってマウントになってボコボコとかのパターンばっかりだよ。そんなね、ハイキック、ミルコのハイキックとか、なんかブーメランフックとかないよ。そんなに綺麗に決まるパターンなんてない。喧嘩慣れしてる人はね、もっとえげつない技を知ってるのね。本当に一番すげえと思った喧嘩は、友達が空手の県大会3位とかのやつだったんだけど、そいつと超喧嘩慣れしたレスラーのやつの戦いで、いきなり、空手の方は俺の友達だから、友達って言ったら空手の方だと思って、その空手家を絡んできて裏連れてった瞬間、ここの奥の袖をクッて引っ張ってこうやってかぶせたの、わかる？もうそれでこうグッてやってまくってボコボコにしてるのよ。それくらい慣れてるのよ。だからそれってさ、柔道着でもできないし、ストリートでジャケットをこうめくるっていう技とかって喧嘩慣れしてるからできるのよ。でもその友達バッてジャケットを脱いだんだけど、そいつも喧嘩慣れしてるからファッて脱いだんだけど、すげえと思ったよ。あの必殺技決まる？あのドレスペシャル、あのドレさんの技すごいよ。あれはサブミッションとも言えないし、首相撲とも言えないし、ほんとドレさんのオリジナルだよね。あ、それ当たってる。喧嘩になったら走って逃げろは正解だよ。うん。逃げるが勝ちとかいう言葉もあるし、絶対に殴り合ったらダメだよ。うん。走って逃げるのが正解だよ。うん。オロチ克実も言ってたよ。最強の護身術を教えてやろうって。うん。100メートル10秒台で駆け抜けることだって言ってたもん。家から出ないのが正解とは思わないけどね。うん。カエルさんはどっち？そこまで言わないけど、でもあれですよ、危ないよ。ボクサーと格闘家はお互いがトレーニングして鍛えるのを知ってるから、ある意味試合に対する安心感があるのかもね。逆に一般人ってなると、下手したら殺してしまうかもっていう不安感に変わるから。うん。あとヤクザの人にこれ実際聞いた話なんだけど、一番怖いのは何するか分かんないやつって言ってた。その喧嘩超強くて、本当にヤクザの世界行った人が先輩にいたんだけど、その人が飲みの席で言ってたのが、本当に怖いやつってどういうやつかっていうと、ヤクザ同士の喧嘩って腹くくったら刺すとかはあるけど、引き金引くとか、それはその業界のなんか、そのなんつうの、あるじゃん、そのもう喧嘩だみたいな。だからある程度覚悟ができるんだって。だけど本当に怖いのは、手をプルプルさせながらナイフ握ってるオタクみたいなやつとかが一番怖いって言ってたよ。あと腹決めたやつ。だからそのヤクザだったらケツとか刺すんだって、その威嚇の場合。お尻とか太ももとか、要はその本当に命まで取らないらしいんだよ、やっぱり。その要は俺の覚悟分かったかっていうことじゃん。そう、実際そこまで刺す人もいないと思うよ。ただ実際本当に引けないってなったらそうらしいんだよ。
そう、その人実際刺されたんだけど、だけどあの一番怖いのは本当何するか分かんないオタクは心臓を狙ったりとか首とかもうやっちゃいけないところに刺しに行くんだって、本当に殺しちゃおうって。だからあのねそれね本でこれ本で読んだ別の話なんだけど、その警察官かな、警察官の殺人事件を調べてみると包丁で刺したとかって実際ねそのイメージと違うんだって、みんなが思ってるそのこわ表の人が刺しちゃったとかじゃなくて本当に普通の喧嘩もしたことない人が首とか狙っちゃうんだって。あの要は殺してやる、いやその喧嘩の人の殺してやるっていうのとその普通のいじめられっ子の殺してやるは違うんだって。いじめられっ子の殺してやるは本当に殺してやるなわけよ、うん、っていう話に多分近いのかな。バレーニョさんどうなんだろう。俺はなんかバレーニョさんのコメント見てその話を思い出した。下手したら殺してしまうという不安感、うん、何の漫画か忘れたけど絡まれないために金属バットを持ち歩いてますみたいなキャラクターを見たことある。いや傘を持った酔っ払いとかめちゃくちゃ強そう。傘、うん、傘も刺せちゃうからね危ないよ。ビニール傘でも内部統制が効いてる。プロの場合は内部統制っていうかさ分かってるわけじゃん、刺したら懲役だっていうの分かってるわけだけど素人の人って懲役何年とか分からないはずなんだよ。でそのプロの人もさその刺す覚悟を持ってる人でもさそのなんつうのそんなことってしないはずなんだよ。よっぽど憎んでない限り親父の敵じゃないけどさ人間バカじゃないから。そうだけど素人の場合損得感情がないわけですよ。そこに本当にムカついたから刺しちゃったっていうで刺しどころが悪かったっていうケースがほとんどなんだって。殺人事件ってで、あとその都市よくさバラバラ殺人って残酷だよねってみんな思わない？なんで人をバラバラにするんだろうと思うじゃん。思わない？バラバラ殺人って聞くとすっごい凶悪って思うでしょ。あれって東京に住んでたらわかるけどあの捨てる場所がないからっていうすっごい合理的な判断でバラバラ殺人って起こってんの。もうバラバラ普通の人がバラバラ殺人って聞くと田舎の人がさよっぽど殺意あったんだろうなバラバラにするぐらい恨んでたんだろうなって思うじゃん。違くて殺しちゃったどうしよう隠さなきゃっていう時に車もないんですよ東京の人って。電車で死体をおぶるわけにいかないじゃん。グラップラーバキじゃないんだから。だからその自分の罪を隠すためにバラバラにするっていうだけなんですよ。だからね殺人事件のその本当の凶悪さって実はねなんか冷静な怖さなんだよ。すごい冷ややかっていうか、でもさ今回は有名人だったからニュースになってるけど実際死んじゃうパターンってこれニュースにならない件で多いと思うよこういうことって。で2ちゃんのコメントでなんかすごいこれは真理だなって思ったコメントがあって、あの正義感が大体人を殺すって書いてあったんだよ。あの正義感要はまっすぐな正義感とかで危ないんだぜみたいなことが書いてあってさ、うん、セゴロ PV 和道さんニコ生のイケイケの動画使って迫力あった。え勝手に使ったのやめてほしいんだけど。殺人に関わったことないよ。関わってたらいないでしょこんなところ。日本の警察優秀だぜ。プロは怒っても理性が働くけど、あそれは思う。あのねドレさんやっぱりドレさんにいつも言われるのが殴られるじゃん。
やっぱこのクソっていうなんかヘッポコパンチが飛ぶんだよ。いや気合い入れないと倒れるし、やられるってわかるから、こんちくしょうってやんないと離れないわけよ、ドレさんとか。だけどいつも冷静になりなさい冷静になりなさいって言われんのよ。あの気合はいいんだけど、それは技術で返さないダメだよってことは、ドレさんはどんなにピンチになってもやっぱ冷静にやるわけじゃん。だけど素人ってカッとなってアドレナリン出るといやグーって締めちゃうわけよ。要は暴力だったらもう殺してやるっていうパンチ出るわけじゃん。あれ締め技分かってる人はグーってやっちゃうわけよ、うん、だからそれがバレーニョさんの言うプロは怒っても理性働くけどってコメントだろうね。素人だと怒ると理性効かなくなってやりすぎてしまうって書けばよかったね。うん、分かりにくく書いちゃってごめんなさい。いや全然それは分かってるよ。うん、アイアムヒーローで犯行時に何度も刺すのは実は本当に刺したか不安で念のために刺してるって言ってた。おー、信憑性は知らない。おー、何もう特定されてるんだこの人、非公開になってる、この人がその締め殺しちゃった人ってもう分かってるんだね。一戦無バガーありがとう。バキに出てきた三島健吾は実戦経験が少ないからカッとなってジャックに負けた。いやあれはジャックに負けるでしょ。ジャックハンマーの強さ分かってたら絶対勝てねえわって分かるでしょ。うん、ゴルゴー風船5個ありがとう。風船ありがとう。でもなんか人が死ぬのは悲しいよ。なんか愛されてた人じゃん。でもね、俺はそのあのおじさんを知らない人がいて迷惑で人を殴ってるの見たら止めに入るっていう人がいるっていうのは別に悪いことではないと思うよ。やりすぎて死んじゃったけど、それが悪いことみたいになるっていうのもまた違うと思ってて、何とも言いづらい。だってさ、知らない人が殴られてる時に止めに入るってすごいよ。ただね、それがね、やりすぎちゃったわけだから。だから先に手出したのはおじさんの方だからさ、何とも言えないんだよな、そこが。おじさんを 100% かばいきれないところでもあるんだよ。そこが悲しいんだよね。おじさんがさ、物に当たってるところは有名じゃん、結構。改札をさ、バキッと蹴ったりとかさ。次の夜、小病児さんムキムキだった。ダンベル15キロで鍛えてる。ムッキムキだよ。ムッキムキ。だけど3人がかりじゃ無理よ。3人がかりじゃ。どうなんだろうな。ハムスター爺さん事件わかんないな。どんな事件なんだろうね。でもね、ドルさんとのスパーリングで今日思ったけど、なんで自分のジャブが当たらないかとかさ、ちょっと話変わるね。話変わるっていうか、話元に戻したいんだけど、ドルさんって結構、その、半身が強く構えてるなと思って、自分の部位見て。その俺は正面に立ちすぎてたんだなっていう。で、こっちに傾いて、こういうやつだから、ジャブが、その俺ドレさんの当たるんだけど俺のが届かないわけよ。でそのなんつうの、俺ジャブ全然打ってないのよ。その右で払ったりとか右で反応しちゃってるから絶対当たらないんだよ。そうだから、なんで俺のパンチ当たんなかったんだろうとかいろいろ勉強になった。シャドウとかさ、理論とかも大事だけど、実際殴られてみると分かることっていっぱいあるね。で実際やるとガードを上げる意味とか、下を向くと危ないっていうのとか、冷静になれっていうのとか全部わかる。ほんと
頭で教えられてたことが体でわかるっていうか、要は負けるっていうパンチ当たらないとかさ、あと大振りはダメとかさ、分かってることじゃん。でもね、なかなかうまくいかないね。本当本能との戦いとか言うけどさ、要はさ、体はさ防御するために丸くなろうとするわけよ、怖いから。だってね、丸くなれば丸くなるほど死ぬ可能性低くなるからさ。いや、わかるよ。だからドレさんがいかにその俺に教えてくれてることが理にかなってるか。例えばそのガードを上げろっていうのをみんな教えてくれるけど、ガードが下がったらどう危ないかって殴られてる人しかわかんないのよ。そのなんでここにこうつけてるかっていうのも全部わかるの。 この構え、うん、こうじゃないですか、こう、うん、そう、これが下がるのよ、打ち終わりで。打ってる時ってガードがら空きなのよ。これってさ、ジャブにさカウンター合わせられるやつだったらもう丸々だから顎引けなのよ。顎引いてたら揺れる可能性が少ないわけですよ、わかる。だから顎はいつはパーンっていくじゃん。タムちゃんいらっしゃい。あ、亀尾さん、あ、L になってるちょっと面白いな。そのドット絵どこで手に入るの、教えてよ。俺もドット絵作りたい、うん、だから顎を引く意味、半身に構えるのは顎を遠くしつつ自分のパンチが出やすいわけですよ、うん、全部基本ってすごいの。基本ってすごいよ。でもね、ちょっとねやりづれえなと思ったのが、あのね、俺はその半身の基本形を覚えさせてもらってるけど、ドレさんさ、スウェーバックとか高等技術で避けてんの。半身でフリッカージャブだし、聞いてねえよっていう技、もうね、インローとか蹴ってくるし、それが面白い。要はね、なんつうの、俺テルチャンピンと戦うはずなのに、なんでこんなベテランと戦うのみたいな。全部高等技術なんだよ。フリッカージャブポン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 やってくるし、テルチャンピンフリッカージャブ使ってこねえだろうとか思ったもん、動画で。夜中見てんだよ、ずっと。昼間とかランチタイムに。あれ、これってフリッカーだよなとか、デトロイトスタイルってこれだよなとか、全部スウェーで避けてるとかさ、バックステップとかスウェーで避けてんだけど、高等技術じゃねえかよとか思って。丸くなるのは、そう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 。丸くなっちゃうのよ。それ、怯えてるとかじゃないのよ。怖いとかじゃないの。体がそう勝手になるんだよ。みんなさ、俺がさ、丸くなってる時、ビビってると思うじゃん。俺も客観的に見たら、うわ、ビビってるって思うんだよ。で、ガードも、下がってるっていうのも、上げてなきゃいけないのは理性で分かってるんだけど、疲れてくると勝手に下がるのよ。意識してないと。もう、だから癖つけておかないといけないの、こうやって。だから、その、なんつうの、理性と本能、要は反射とか本能の戦いみたいな。和道が肉体系のイベント出るなんて意外だわ。あー、でもね、憧れじゃないですか。なんかさ、どんなにひ弱な男の子も、どんなにオタクな男の子も、わかんないよ。俺のイメージだけど、男の子だったら、一度は世界最強夢見ません？なんか、俺強いとか、リング上がってみたいってない？一度でも憧れたことない？俺、あったの。で、俺はプロ格闘家じゃないから、それはもうとっくに諦めてるわけじゃん。誰かにぶっ飛ばされたりとかさ。で、32歳のおっさんだよ。和道リング上がれるよって言われたらやらせてくれって言わない？スポットライト浴びれるんだよ。俺人生でさ、300人の観客の前で下手かもしれないけど、普通は10年とか5年とか本気で毎日やって、本気で痛い思いして才能のある人間だけ立てるところなんだよ。それを立たせてもらえるチャンスがあるんだよ。俺はそれ掴みたいと思ったよ。うん、そんな経験、なんかその格闘技が好きとかじゃなくて、人生の経験として知りたいじゃん。だってリングの上に立ったこと、リングを見たことはある人いるけど、リングの上に立ったことある人っていないよ。だからそのスポットライトどうだったのとか話すネタができるっていう。だからね、ネタなんだよ、やっぱり。やっぱね、根は配信者なんだよ。ネタ作りなんだよ、スポットライトとか。要は300人が見る景色って一緒なんだよ。リングに向かって見るんだよ。俺が見る景色は300人の視線を浴びながら殺し合うんだよ。すごくない？300人がガン見して、インターネット含めた多分1万人が見るんだよ。すごくない？
ずっと全員に見られながら殺し合いをするんだよ。こんな経験したいよ。うん。そしたらさ、俺が好きだったボクシング選手とかどんな気持ちだったか少しはわかるじゃん。なんつうの、この人たちこんなことで戦ってたんだとかさ、こういう感じなんだっていうのが見たいの、真実を。本当のことを。例えばね、ライブハウスで初めてステージに立った時すっごい感動するんだけど、あの客席暗いじゃん、ライブハウスって真っ暗じゃん。でスポットライトガンガンに光当てるでしょ。でステージから客席見るとみんなとか言ってるじゃん。みんなに向かって笑顔でプロとかやってるじゃん。笑顔振りまいてるじゃん。見えてないんだよあれ。知らないでしょ。ステージ立ってるバンドマンなら知ってるの。客席暗いから何も見えない。だからあれはプロの技として見えてるよっていうモーションなんだよ。すごくない？だからその景色っていうのはやっぱバンドマンしか見れないんだよ。っていうようにリングからのあの景色っていうのが俺は見たい。いや殺し合いですよ。殺し合いですよ。リングに立ったら殺し合いですよ。新しいフォロワーさんを紹介します。新しいフォロワーさん、1000部フォローありがとう。吹奏楽でステージに何度か上がったけど照明まぶしすぎて目がいかれて手元もよく見えなかったのよ。でしょ、俺が言ってんの嘘じゃないの、わかるでしょ。見えてるのといえばペンライトの明かりぐらい。あ、まあ俺バンドだったからペンライト持ってる客はいなかったけどアイドル系じゃなかったから、うんうん、一体感っていうかね、その怒号が聞こえる感じ、要は観客の声っていうのうわーみたいな、何言ってるかも聞こえない、ずっとうわーっていう地鳴りみたいなのが聞こえてる感じだね。で特にドラマの景色って面白くて、ギターとベースとかの背中を見て全部が見えるのがドラムの席なのよ、一番後ろだから。だから面白いよ、うん、殺し合いでトレーニングするの、殺し合いですよ、うん、殺し合いです、うん、だから盛り上がってるライブとか面白いよね。ドワーっていう感じが、ゴゴゴゴゴゴみたいな、なんか言ったら反応があるみたいな。だから観客は別に試し合いでいいんじゃない？観客は試合だよって言っていいと思うよ。ただリングに立つ方は殺し合いだからね、相手が殺す技術で来るんだから、うん、試し合いだよなんていうそんな甘い世界じゃないよ、うん、やっぱりポスター和道さん最前列ど真ん中か、ありがたいっすね最前列ではないけどね、後ろ前から3番目だね、うん、あ最前列って要は下の段ってことか、前の列ってありがたいですね本当。え人気者じゃないよ全然、だって金梅さんとかはもっと前に来るはずじゃん、セブンさんとか、うん、だからさっきから言ってるけど選手としては殺し合いだって言ってんじゃん、客側とかプロモーター側は試合でいいと思うよって、うん、俺が客を呼ぶわけじゃないから、うん、俺は選手だから。X のドラマなんで毎回壊すの、それはヨシキに聞いて俺ヨシキじゃないから。闇金から金借りて株やったら似たような興奮が味わえる、買い煽りとか金梅じゃ絵面悪い、そう俺この金梅さんの写真はすごい格闘家っぽい、なんかウェーっていうさ
あのギャグの顔なのにかっこよく撮れたなって思うよ。なんかその格闘家っぽいっつうかアウトローっぽいさ、ヒールっぽい感じになってね、かっこよくない？俺この写真結構デルチャンピンだけ笑うけどねこれね、みんな結構いい写真撮れてんだよ。なんでデルチャンピンだけなんか素材違くねえかっていう、どうしてこうなったのデルチャンピンなんかさ、外国人のカマセイヌ選手みたいな感じですげえ面白くないこれなんかさ、ベトナムかどっかからカマセイヌ連れてきました感がすごいんだよもっとさ、ちゃんと撮れよって、ここがテルチャンピンの面白いところなんだよな、憎めないっつうかさなんでその顔になるんだよ超笑うわこんなのこいつずるいわそう、シークレットパルパルで大批判、ブーイングの嵐、ブーイングどころじゃないね、みんな萎えたって言ってるもん俺もさすがにパルパルはねえわつって、うん、ズキティすごいよね存在感がね、うん、そうだね、ラスボス感が半端ないね主張が強いよね。まあでも主催だからね、便所太郎さんしかできないイベントだから、俺は便所太郎さんこれくらい目立ってもいいと思うけど宮城さん強そうだよね、ドレさんも強いの分かってるから俺は安心してるけど、宮城さんこれ腕もやばいさ、顔これさ怖いぜ、俺テルチャンピンだからさ、なんか弱そうじゃん、顔は体はいいけど弱そうじゃん。俺みやびさんだったら怖くて殴れねえもん。ヒカルくんとかバルバルも怖えし、顔セブンさんとかさ、うん、俺はドルさんの試合めっちゃ楽しみにしてるからな。いいな、俺も会場で見たいな。俺見れないんだよ、選手だから、会場出入り禁止だから、うん、包丁、ここ面白いところだよ、見る、うん、1対1のタイマンバトル、包丁なし、左側はバールなし、ピッケルなし、チェンソーなしってうなちゃんマン鶴の神丸亀の竹本のことだからねこれバールなし、ピッケルなし、チェンソーなしなしに決まってんだろバカ野郎っていう、こういう細かいところが面白いよねこのポスターいいよ、これ2000円で売るらしいよこのポスター、うん、ピッケルが今のところ一番強いからね。あ、違う、バールだよ、バール。だって、鶴の神が使ってたバールって、聖なる道具として、エクスカリバールって呼ばれてるの知ってる？エクスカリバーっていう伝説の武器と同列になってるんで、今。エクスカリバールって。みやびどれは地味に楽しみ。だって、これガチ勢じゃん。これ、ガチのガチだもん。この二人は。いいおっさんで、まだ最強を目指してる二人でしょ。うん。ワドンさん、ドレさんだと、俺は第4試合だから、ど真ん中の後編。要は、ファイナル、セミファイナルの前。うん。ど真ん中。だから、俺、前座だと思ってたんだよ。俺、間違いなく第1試合、第2試合だと思ってたんだけど、多分ね、便所太郎さんが練習頑張ってんの知ってるから、多分ね、ワド、ちょっと行こうぜって、プッシュしてくれてるんだよ。だからこういう風に真ん中にしてくれたりしてんの。うん。だからね、練習したの裏目に出たと思ってるよね。プレッシャーが半端ない。リハ君がお気に入りのバールをデパートのトイレに割れて盗まれた話は知ってる。うん。うん、意外となんか一番期待されてるのはヒカルくんの試合なんだよ。俺のリスナーさんに聞いたところ、みんな一番楽しみな試合どれ？どれ深夜食堂のどれじゃないよどれが一番見たい、この中のカードで一番楽しみなカード。そう、触れるものすべて切り裂くと言われてるエクスカリバーと怒涛の配信会だけで、ね、今一番強い武器はバールですよ。やっぱヒカルくんだ。ヒカルくんの試合が一番やっぱね、正直言うと金梅の大暴走に期待。いや、金梅さんネタに走るんじゃないかっていう読みが濃厚だね。あ、バエさんなんだ。さすがだね、バエさん。のりゆきさんの解説ね。あ、でもいいじゃん。そこもだってね、いろんな楽しみ方あるから。
鶴さんは乱入しないと思うよ。あ、俺鶴之進とめちゃめちゃ昔から知ってるから、すっごい温厚なんだよ鶴之進って。なかなか切れないよ。だ、切れたら手つけらんないタイプの。普段優しいよ。そう、意外と誤解されてんだよね。和道さんとセブンさん、セブンさん2回やるからね、大変だよ。やっぱね、あのヒカルくんの試合、結構ヒカルくんもキックの経験あるし、セブンさんがあのなんだっけ、空手の蹴りなんだよ、重たいの。やっぱ倍なんだ。ヒカルくんよりセブンの相手がダウンしても殴る、ヒカルくんよりセブンは相手がダウンしても殴るから、セブンの血の気、あー、そんな血の気多いんだ。ノエルがドローンで空撮するなら見に行く、いや見に行きますって言ってるけど、チケット取れないかんね、乃木編。配信はね、便所太郎さんの配信ですね。あの、誰も枠開けない。契約書にも書いてある。だから俺は楽屋で撮影して、あの動画を、後日 YouTube にアップするんで、楽屋話に期待してください。セブンさん仕事忙しくてどうしようもないのかと思うね。あ、マジだ、練習できないんだ、セブンさん。それちょっとね、やりたいはずだよね、練習ね。セブンさん仕事してるんだ。配信業だと思ってた。増えるはずなのにね。何がどうなるか分かんねえかな、ほんと。ペペペさんフォローありがとう。でも負けたら一生言われるからな。ポンスケさんはあの便所太郎さんとファイナルでやりますよ。金杯ボディ一発で、だって固まってる、ここ左のここ固まってるんだもんね。リバーブローに期待だよね。リバーってこれくらいの大きさらしいんだよ。ここが弱点がこんなにあるんだよ。カッチカチの肝硬変がここにあるんだから、バーンって叩きゃいいんだよ。パキッていう。パルパルとか全然楽しみじゃねえや。そう考えると、ユイが出たら。いや、ユイガさん出たらもう超熱かったのにな。っていうか、言い出しっぺユイガさんだかんね。いやー、ユイガさん出てほしかったよ。俺意外とユイガさん、ほんと勇気あるなと思って尊敬してたんだけどな。芋引くまで。まさかあんな芋の引き方すると思ってなかったからさ。びっくりしたよ、俺。ビビるよ。負けたら確かにずっといじられるな。いやー、いじられるよ。勝った方はそんな美味しくないんだよ。おめでとうって言われて花火がボンボン上がるんだよ。だけど次の日にはなかったことにされるから。負けた方は一生いじられるからね。負けらんねえよ。ノエルが来たらノエルぶっ倒す。なんで？ノエル嫌いなの？誰かレフェリーに向かって虫歯ないぜって言ったら、そいつは多分反則するから気をつけて。バッティング？大丈夫だよ。俺が教えてやるから。噛みつき謎は基本中の基本だって言ってやるから。頸動脈を狙え。衣服の上から噛むべからず。やっぱね、戦場格闘技の基本中の基本だからね。便所太郎って強いの？だってあれしょ、プロだよ便所太郎さんって。若い頃、あのプロとアマっていうのがあって、プロにまずなるにはライセンスを取らないといけないんだけど、便所太郎さんってプロライセンス持ってたプロだよ。肝硬変を打ち抜かれたら金梅さんベーじゃ済まないと。多分ネタじゃない感じになるだろうね。そんなこと言ってると増用の麻酔銃で眠らされる。あれでも今読んでもさ、これ本当になんか設定めちゃくちゃだなと思うよね。あの裕次郎が麻酔銃に引っかかると思えないんだよね。
あれ死んでたからね、裕次郎。一番強いのはあの猟銃持ったおっさんだろ、どう考えても。あのハンターのおっさん才能すげえよ。金杯一人なら一発で負けたが、会長というのトレーナーがついたから真面目にやれば一筋縄ではいかないと思う。あの人すごいよね。あの会長さんっていうのは本当にボクシングジムの会長なの。すっごいなんかもうかっこいいよね。腹出てるけどさ、超綺麗なストレート教えててすげえと思った。商店の山田君も確か格闘技のライセンス。へえ、あ、持ってる持ってる。座布団の人でしょ、持ってるよ。ボクサーじゃなかったかな、山田君は。いろんな特技がありますな。そう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 。いやーでもなんとかしねえとな。なんか殴られて丸くなる癖直さないと、これ変な癖つくとやばいぜマジで。変な癖がつくと。終わりだよ。そんなさ、殴られてる最中に丸くなったらもう反撃しませんって宣言と一緒だからね。サンドバッグだよ。殴りたい放題じゃん。芝千春枠。いやー違うだろう。全然違うでしょ。でも金梅さんをオープニングアクトに持ってくっていうこのセンスはすごいと思って、あのこれなんでかっていうと工業的な戦略なんだけど、あの金梅さんをメインにするってことは一般席の人が最後に見ようってなるじゃん。遅刻してもいいやってならないように、もう会場には必ず間に合うように一番ね集客力のある金梅さんを頭に持ってきてるわけよ。この戦略はすごいよ。あのね、初めの一歩ずっと見てる。今日も帰ってきて宮田一郎のあのなんだっけ、アーリークロスじゃなくてなんだっけ、あのブラッディークロスの試合を見てから柔軟始めてから、あのもう本当にずっと格闘技の動画見てんの。昨日の夜は柴田の総合格闘技見てて、今日は仕事から帰ってきたら宮田対その太平洋マッチのブラッディークロスって言って、クロスカウンターをこう肘でこうグイッてやる技があるんだけど、そういうのを見てこう気分を高めてから練習しようって言って、そんな感じ。初めの一歩は熱いよ。ただね、あのキックとね、あのボクシング全然動きが違うから、やや前傾姿勢なのよボクシングって。あの体重乗せるパンチ打つためと、あと足がないから下半身打たれることがないから動きが全然違うのね。あ、俺はね、本当の本当のこと言うとボクシングルールでやりたかったの。本当のことを言うと蹴りなしでやりたかったの。ただテルチャンピンの条件っていうのが、蹴りがなかったらやらないっていうのが条件だったから、キック本当はね拳だけが良かったんだけど。ノーガード戦術を実践する人もいっぱいいるっぽいね、動画あり。ノーガードなんかいっぱいいるじゃん。だから結局目と勘が良ければね、避けられるわけだから。あのさ、乃木編さ、
俺やって分かったんだけど、ガードを上げろっていうじゃん。ここすごい張るんだよ。よくよく考えたらそうだよね。3ラウンド本気で動き回ってずっとこうやって上げてるんだよ。これで3分間ずっといてみ、でこれで激しく動き回ってみ、ジャブとかずっとこうやってやってるだけで疲れるでしょ。下がってくるんだよこうやって。そう、この差だからね、この差で。グローブが重いとかもう笑わらレベルじゃん。俺も笑うもん、グローブが上がらないとか意味わかんないじゃん。でもこれが重いんだよ。重いのこれ。これいや別に重くないよ、実際見てもあーでかいなみたいなアンパンマンみてえだなって感じだけど、もうね鉛みたいになってくるの、これ下がってくるんだよこれ。これがで、パンチが3倍ぐらい遅いのよ、その自分でそのやるやつが。だからね、実戦でやるのとは全然違うよ。もうやってみるとね、全部言ってた通りですよ。体で分かったよ、体が教えてくれる、重いって。ドレさんに教わったのはね、あのね、パルパルって誰でやるんですか？あ、ロビンソンさんいらっしゃる。え、ロビンソンさん協賛なの？俺びっくりしたんだけど、協賛のところにロビンソンさんって書いてあって、これってロビンソンさん？ロビンソンさん協賛なの？俺知らなかったんだよね。協賛のところにロビンソンって書いてあって、これロビンソンさん。パルパルはね、なんかね、もう超寒いと思ってるんだけど、もう超どうでもいいと思ってるんだけど、ナーボーとやるって。ナーボーはさ、めちゃめちゃ盛り上がると思うんだけど、パルパルはねえわ、正直。だったら俺とやれよ。逃げんなよ。辛い練習は嫌いで、サンドバッグ金的ゲージしてすぐ背中向けて走るっていう情けない練習ばっかりしてるから。ナーボーっすね。なんで俺から逃げたんだよな。意味わかんねえよな。柔道対決もよくわかんないじゃん。あ、でもだいぶ馴染んできたな。だいぶ柔らかくなってきた。サンドバッグに金的、あ、これ読んだか。でもね、ドルさんが言ってた、あのこのグローブだったら、あのまあ KO はないよっていう、あの顎にヒットしてこれがかするっていうのはどの試合もありえないって言ってたよ。だからもう本当に肘か膝かあの蹴りだって、ダウンするとしたら、うん、パルパルの顔は稲子を超えてるかも。もうパルパルの話題本当やだ、虫ずが走るんだよね、大っ嫌い人として。当て感つけねえとな。なんか人を殴ったことないから、どの距離で当たるか分かんないんだよね。いまだに分かんないよ。練習してでもシャドウしかしてないから。パルパルの時だけ観客乱闘ありとかにならないよ。めっちゃ盛り上がるじゃん、それ。それめっちゃ盛り上がるじゃん。バールあり。ピッケルあり。グローブつけたことないけど、とりあえず蒸れそう。あのね、ここに穴が開いてるんですよ。思ってるほど、これは安いグローブだから、あの合成の革なのね。ドレさんとか本革のすごいいいシワのやつなんだけど、手のひらのところに穴が開いてるね。こうやって。うん、そんなに蒸れないっていうか、まあ、バンテージも巻いてるからね。うん、
髪むしゃむしゃやりたい。うん、まあまあ蒸れますけどね。そんなに、でも皮って通気性いいかんね。重大発表なんですか。いや、その何、シークレットが決まったんだけど、ナーボーとパルパルだったの、クリームソーダさん最後の試合で、みんなないわっつってる。硬い石入れるのは卑怯だよ。あの中に殴、あの石入れたりとか、なんか握り込むっていうのはね、昔からねあるあれだけど、それはやっぱダメだよ、うん、それって練習してきたやつがやることじゃないよ、うん、放送潜って見てたけど、うぬぼれすぎて吐き気がした。シャドーボクシングはあのつ YouTube にあるよ。あ、動画、動画、スパーリングでもいいですか、かまぼこおじさん。スパーリングでよければ URL 入りますけど、スパーリングでもいいですか。スパーリングの動画貼りますね。もう5分ぐらいの短い動画だから、もしこれ見た方が多分早いと思うよ。和道の実力知りたい場合は。これが URL です。はい。5分ぐらいなんで見てきてください。ぜひ。これが先週のスパーリング動画。腹抱えて笑うよ自分で見て笑ったもん、ひでえと、うん、これはなかなかのひどさだよ。情けないもん、うん、自分で蹴りして足ぐねるっていう蹴りでぐねるやつなかなかいないでしょ。蹴った瞬間、あーって自分で言ったもん。当たった瞬間。ドレさんが大丈夫って言って近づいてくるから。あーって。変な声出たもん。うん、まあ5分、4分の動画なんで、短いんで、もしよかったら見てみてください。うん、自分で見て笑うぐらいだからだ。え、和道さん本気の、何本気のなんて読むの、剣、本気の剣からの鋭い目つきもいいんだよね。顔だけファイターなの足ぐねって猫パンチいっぱいやった後、顔だけみたいな、なんだそのドヤ顔みたいな、すっげえ腹立つよね。本気の拳、うん、あの顔腹立つよな超笑うよ、うん、コントだよコント。試合中の伊藤はもう本当に今度だよ。乃木編見た？あの動画。乃木編見てみ、爆笑するよ本当に。俺自分で笑っちゃったもん。やってる時は本気なんだよ。だから大人の本気の滑稽さは面白いよやっぱり。大人が本気になるとこんな滑稽なのかっていう。そう、弱いやつがやるとね。でドレさんがガチだからもう遊んでるんだよドレさんは。ひどいよねこれ。うん、パンチ一発回ってる、もう全部かわされてるから。ああ、じゃあ、硬いよ、硬いよ、ワド。じゃあ、もっと回れ回れとか、もう違うみたいな。もうね、もうこうやって避けながらさ、パンチ打つのこうやってやるのは違う、ワド。違う。回れ回れって。うん。ああ、のシーンだ。うん。笑うっしょ。うん、でそっからはもう猫パンチだから列海洋みたいになるから、うん、いやーこれはいい試合だよね。いい試合じゃない、いいもう素人感、うん、これでもだいぶマシになったって言われてるレベルだもんね。これで良くなってきたってどういうことだよみたいな、どんだけ才能ねえんだよっていう、うん、猫背になってくるでしょ。もともと猫背なんだよね俺が。そう、うん、蹴りもなってねえし2週間練習してこれだからね、うん、引き身受けじゃなくてずっと引いちゃってる。いやあのね、
トレさん20年格闘技やっててこの人のジャブ怖えぞ、ほんと思てんだよ。 GoPro かソニー系がいいかも。あのね、 GoPro にしようかな、こうソニーにしようかなとか何種類か見てきたんだけど、うん、配信にはやっぱ向かないらしいね。そう、アクションカムね、アクションカム欲しいんだよな、うん、ドレさんのだからここにカメラつけてドレさんのパンチがどれくらい怖いか見せたいもん本当に。当たり前じゃん、ドレさん1割も力も出してねえよ、当たり前じゃん、うん、本気なわけねえだろ、うん、こんな素人相手に、うん、でドレさん息一つも上がってないのに俺のこのハーハー具合も面白いねゲロ吐きそうなぐらい疲れてるから、うんうん、いやヘビー級と戦ってみろよ、超怖えぞ。毎日そうっすね、ほぼ毎日やってますね。先週1週間サボって怒られたんですけど太りすぎだよってここ捕まれたよ、わざわざ太りすぎだよって師匠に怒られたよコーチにわあ絞れっつって罰ゲームだよとか言って怒られました、うん、本番どうなるかね、うん、まあいい試合したいですね本当に。あ、ぐねってたでしょ初見さんいらっしゃい、山ちゃんさんありがとうございます。面白いでしょ、笑うっしょ、うん、いや師匠には恵まれた本当に、ドレさんで間違いなかった。だから俺が負けるっていうことはドレさんを恥かかせることだから、俺はプライドあるよ。だってドレさんがさ、この前さ、ボソッとさ、タイガーに言っ、タイガーほらスパーリングやってくれた時にタイガーがたいいいじゃん言ってくれたのが嬉しかったよね。俺の選手壊すなよってタイガーの背中を押してくれた時に、俺の選手っていう言葉になんかね、あー嬉しいなと思って俺の選手ってさ、なんかいいじゃん、なんかこう鴨川会長ってなるじゃんそう、俺はドレさんねから教わってるから嬉しいでしょ。ボソッと配信には載ってないと思うんだけど、声小声で言ってたから、はい、俺の選手壊すなよってあの笑顔で言ってくれたんだよ。ホームページに試合のお知らせ載せないの？載せようか、うん、載せる載せる、うん、載せます、乗せよう、そうしよう。ホームページ金払ったのに全然更新してねえからな今日書くよ、うん、足が逃げ腰になってパンチが力いってるし腰が入ってないよ、全部正解だよ、分かってるよ分かってるよ分かってるよ。だから最初の頃はそのできてるけど、もうバンバンだからもうほぼ初めてのスパーリングなんですよ、2回目かな、ドルさんとは初めてだし、あのね、あんなでかくてあんなマッチョであんなね技持ってるおっさんにフリッカーバシバシ打たれて、もちろん手加減してるけど1割ぐらいだけど、ポン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 打たれてさ、足もバチッいかれたらさ、もうわけわかんなくなってくるんだよ、もうわーってなるんだよ、なっちゃダメなんだけど、うん、で逃げ腰っていうけど怖いとかじゃないんだよ、もう体がね勝手にね丸まろうとするんだよ、防衛本能で情けねえよな、うん、いやもう迫力やばいよ本当にね、本当にねこれ引きで見ると分かんないんだよ、全然違うのよ、下からパンチくんのもフリッカー気味だから、よっさん出るわけねえだろ休んでたら笑うわ、うん、やっぱりねその怖さっていうか本能反射との戦いなんだよね、その癖を取ってくっていう、うん、だからもうほんと慣れですよね。平日はジムに通ってるんですか？うん、そんなお金ないからもう毎日走って
筋トレやって、シャドーボクシングの毎日で、日曜日、毎週日曜日はドレさんにお時間いただいてコーチしてもらって、こうやってスパーリングやったりとか、うん、分かってるよ、うん、分かってるよ、体が言うこと聞かないんだよ。セブンさんはね、もともと空手やってたんだって、極真空手だからあんだけローが強いんだよ。あのキックの瞬間の悲鳴もショートカットして四つ目にあげよう。いいよ、恥ずかしい、うん、足がぐねる瞬間で、ね、うん、もう見ててね恥ずかしいよ本当に。ヒカルくんとセブンさん結構喧嘩慣れしてるかな、この2人は。当時高校1年生だったのに女子小学生の中段突き食らって膝ついちゃったことあるけど、いまだにいろんな人からバカにされるから、負けると大変なことになる。しかもさ、それ道場内とか学校内でしょ。俺なんか全国区でバカにされんだよ。ある意味インターネット配信を知ってる全日本人からわらわらって言われるんだよ。いじられ続けるんだよ。勇気あるだろ。だから試合出る勇気じゃねえよ。バカに、負けたらバカに一生脳天作るわけですよ。黒歴史を。そこの勇気を評価してほしいよね。キックは、2週間前のあざ見る。ドレさんが軽く蹴ったやつね。軽く蹴ってどうなるか見せてあげる。軽く蹴ってこうなる。ドレさんにポンってここだよ、インローここだよっつって、うわーっつった、あの2回前のスパーリングの蹴り、2週間前の蹴りはこう紫になります。わかる？俺がもう次の日トレーニング断念したのわかるでしょ。足が痛くて走れないっつって、これここ軽く蹴ってもこうなる、ドレさんの蹴りは。だから試合はわかるでしょ。だからそのね、画面で見てる痛さと違うんだよ。本当に痛いんだよ、いろんなところがね。ここにも傷い、まあ、こういう細かいのが体中にいっぱいあるのよ。そう、いろんなところが痛いよ、うん、極真の黒帯なんだ、へえ、うん。でさらに練習ではさ、やらないけど肘とかありなんだよ、うん。しばらく落ち込むっていうかね、もうあえて痛いとかなえる、うん、だからまあその試合本番は歩けなくなるのは覚悟だよね、本当に。まあ歩いて帰れないだろうなっていう、うん、もうフラフラでその杖つきながら歩くぐらいですよ本当に、うん、それくらいは覚悟してるよ。帰ってくるときにはヨッサンだから俺。あれって和道ってヨッサンみてえだな、うん、黒帯じゃない。俺でもね、ローキック見たけど、テレチャンピンに蹴ってるところ見たけど、あれ蹴り方、極真の蹴り方だったよ、うん、あの蹴りは、うん、別に黒帯持ってても不思議ではないなっていう。まあでもほら、黒帯取ってから期間が離れてるんじゃないかな、わかんないけど、別にそんなになんか弱いとか不可視だって思わなかったよ。下段蹴りね、うん、あそうだよ、みやびさんはこれの本気の蹴りが来るんだよ。みやびさんキックだっけ出身。俺のね対戦相手はね、テルチャンピンって言って、あのサッカーをずっとやってて、なんか J1 だかなんだか、なんかサッカーでスカウトくるぐらい、うん、みやびがやばいという話。いや、みやびさんはでもカットできるんじゃないかな。なんかね、ドレさんの技、独特な技が結構多いんだよ。あ、みっちゃんありがとね。あのね、独特な、そのインローとかもそうだし、まあ、まあ、必殺技、例の必殺技とかもそうだし、あと、なんかね、俺が今教わってるのとドレさんがやってるスタイルって全然違うのね。基本はもちろん型があるんだけど、ドレさんの戦い方みたいなのが
すごいよ。やっぱ理にかなってるよ。さらに理にかなってるっていうか、フリッカージャブほんと厄介だよ。マシバに苦戦した一歩の気持ち分かったもん。距離感が違うっていうの。だからリーチが多分違うんだよ、俺とドルさんが。まず根本的にそこがあるからパンチが当たらないっていうのもあるし、あと半身の構えが深いから、ドルさん綺麗だから、肩がちゃんとこっちに入ってるから。で、俺はこう教わってんだけど、ちょっとこういう感じなの、ドルさんって。わかる？で、こうなんだよ。こうか、こういう感じなんだよ。そうだからね、次だから、なんかドレさん、来週ドレさんとスパーするときどうやって戦おうになっちゃうんだよね。テルチャンピオンの対策しないといけないんだけど。そう、ドレさんにパンチ当たんねえからさ。なかなか悔しいよ、パンチが一発も当たんないの。いい大人が。ブツブツ何かを喋ってるやつ。これに出ますよ、僕。はい、シャコさん。捨て頃って言って、インターネット配信者の格闘技祭ですね。出ます、出ます。応援してください。ぜひ応援してください。台本ないよ。マジマジのマジ。台本ない。マジで台本ない。びっくりするよ。台本があったら楽だもん。台本あったらこんな練習しないよ。うん、あ、嬉しいね。ぜひぜひフォローしてください。ありがとう、見つけてくれて嬉しいです。偶然見つけたの？偶然かな。タバコやめない。タバコ好きだから、タバコやめない。ガチのバッチバチだね。むしろ手抜いたらもうほんと恥かくレベルで、みんな本気でやってる。ていうかさ、ドレさんの指導の仕方とか、俺がね、毎日練習してるのとか見て、これ台本でこんなの続くわけないってわかるぞ。偶然見つけたんだ、超嬉しいわ。うん。うん、はみ出まして。あ、どうも。最近カウントさん出てこないね。うん。もうしばらく会ってないし、振られちゃいました。ニコ生はもう引退しちゃったんだ。ごめんね、チャーコ。今度からずっともう半年ぐらいこっちでやってるからさ、こっちでフォローしてよ。俺でもね、ドレさんの技、いくつか必殺パターン教えてもらってるから。うん、いいね。はみ出ましてっていいね。これは確実に身につけたいかな。で、うん、そうそうそう。ね、すごいいい彼女だったんだけど。ファイトマネーは出ない。ただギャラを出す。あ、まあ一緒か。一緒、一緒だな。うん、ファイトマネー出ますね。ただ、ファイトマネーっていう形じゃなくて、このイベント全員出るから、解説とか司会とかにも多分。ファイトマネーとは違うんじゃん。このイベントのギャラって感じだ。わかんないけど。おお、それいらっしゃい。うん。そういうノリだと思うよ。勝っても負けてもギャラは一緒。ただ勝った時にこれがもらえる。
メダルがもらえます。あのお金じゃなくてこういう方が記念に残るっしょっていう便所さんの計らいでこのメダルが贈呈されます。マジで出るよ。ここまでポスターまで作っといて出ないってさ、よっぽど問題あるでしょ。うん、いや、俺、便所さんとは戦わない。メッキに決まってんだろ。当たり前だろうがよ。本物の純金なわけねえだろ、このレベルで。うん、便所さんすごいよ。企画力は神がかってるよ。もう便所さん、本当これはすごいと思ってるね。この企画力は。スカイプってしてた？スカイプはほとんど使ってないかな、アカウント持ってるけど。ほとんどやってない。オリンピックのメダルも金銀メッキやしな、そりゃそうでしょ。うん、俺はね、ベンショタロさんじゃない。俺はね、テルチャンピンっていう若い子と、24歳の子とやりますね。超怖えよ。24歳だよ。めちゃめちゃ怖いよ。お金で買えない。そうだね、記念に残る方がやっぱ思い出はさ、あのずっと心に残るから、俺はこういう方が嬉しいね。そう、お金じゃ買えないんだもん。ガリガリじゃない、あの人背は高そうだけど。ガリガリじゃないよ、全然筋肉質だよ。俺実際生で会ってるけど。だからあの体重さつけようと思って80キロまで増量したの。膝狙ったら一発。だからさ、もうさ、言葉では世界チャンピオンが多すぎるんだって。お前コメントだけなら世界チャンピオン多すぎるぞ、この枠。お腹デブデブだよ。うん、もう太ってもいいからってガンガン食ってるから、今一番体重太ってる。テルにリアツしたんだ。いや絶対それいいよ、負けると思うぞ俺。いやもうコメントだけなら世界チャンピオン多いかんな。すげえよ、おみやらすげえよ。余裕で勝てる。あの人肉ないから腹ワンパンで KO できそう。いや、あのね、腹はね、腹筋だから、腹筋はある。あのね、蹴りだと思ってる。俺は正直蹴りだと思ってるね。思い出はプライスレスだよ。うん、本当に。だから本当記憶に残る試合やりたいね。自分でいい思い出だったなっていう、最高だったねあの時っていう状態にしたい。俺膝狙わないね。うん、あのもっとえげつないところ、痛いところ狙ってる。うん、膝関節狙ってもねダメよ。ニコ生魂。え、ふわっちなんだけど。あくまでニコ生枠なの俺。太ももの、あの急所、太ももの急所があって、そこ狙うね俺は。
ドレさんの読みだと2発クリーンヒットしたら動けなくなるって言われてる。太ももの内側から蹴られた日はもうやる気出ない。インローで、うん、インロー膝狙って自分の足があーっつって出たー必殺技って自分にダメージを与える伝説の蹴りだから、ね、足ぐねる。たださ、プロの格闘家とかだとローキックさ、本当に10発とか20発で動かなくなってくるとかじゃん。あれはさ、なんつうの、鍛え上げた、本当の鍛え上げた体だからだよね。素人は一発で沈むよ。うん、弁慶の泣きどころってどこだっけ、うん、どこだったっけな。弁慶の泣きどころはすねでしょ。そこで蹴り上げるんじゃないの。そこを鍛えないといけないんだよ。だ自分も痛いんだよ、蹴る方。骨とすねとすねがぶつかったらもう事故だからね。膝の下でしょ、そこで蹴るんだもん。そこが一番硬いところだから、そこを急所じゃなくすんだよ、うん、辛いぜ。しかもすね当てないかんね、素足で蹴るかんね。連続猫パンチも必殺技あるしね。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう